一切ございません、はい、一切ございません。あ、キャリーのスクショは見てよ。あ、それで思い出した、歌詞に電話するわ。ふざけるなよ、ほんま。誰がポンチューやねん、言うたら。うん、はい、10個パンを渡す、OK。 うん、ふざけるなよ、ほんま。俺はやってた側じゃない、ね、売ってた側やねん。そうですよ、はい、電話しよう。家臣、家臣、賢治か、新田賢治か。うん、電話します。行方不明になってるらしいんで電話します。うん、あ、いいね、10個パンパンです。あ、ほんまに。あ、はい。え、キャリーちゃんと消えたって言われてるけどさ、エロい鳩飛んできてさ。はい。え、どこおんの。え、どうしたんすか。いや、はい、いや、じゃなくてキャリーちゃんとホテル。いや、違うんすよ、キャリーさん、マリさんち送りましたよ。いや、なんでそんな慌ててんの。なんでこの時間に部長山田さんが電話来るのかなと思いながら。いや、お前キャリーちゃんとおるやろ。はい。やんな。いません。いや、おるやろ。言えません。言えません。言えません。まゆさんち送りました。ほんまは？本当です。絶対嘘やん。いや、本当です。おるやろ今キャリーちゃん。いないです。じゃあ本人に連絡してくださいよって言って、あれやろ、電話出るなって言うのやろ、旅行って。いや、そんなこと、いや、僕そんなことやったことありますか、今まで。あるな、いっぱいあるな。ある、確かにある。うん、あるな。うん、何回もあるな。いや、山田さん鋭いね。うん、え、確かに、昔好きだった人の時確かにありましたけど。うん、あったよな。うん、え、いや、だけど本当にいないですよ、本当に。もうなんか様子おかしいぞ。え、ビデオ通話できる。勘弁してください。ビデオ通話できる。いや、嫌です、それは。無理。わあ、ほら、お前ビデオ通話できんな。いやいや、ちょっと山田さん勘弁してくださいって。もうほんまは、いや、いないっすよ、一人です。一人寂しく。一人で、いや、じゃあ一人でどこにおるん。今ですか。今東京の調布らへんっすね。調布、なんで調布におるん。いや、ちょっと明日ちょっと用事、ちょっと立川にあるんで、今立川向かってます。立川に用事あるん。はい。うん、キャリーちゃんとおんねやろ、結局。いないです。ちょっと、まあ、そう、じゃあ一緒にいますって言っとけばいいっすか。うん、一緒におんねやろ。一緒にいますって言っとけばいいですか。言っとけばいいじゃない。いや、いないですよ。じゃあ、ほんと、ビデオ通話にしてよ。ビデオ通話してよ。いや、ちょっとそれはできないです。もうちょっと勘弁してください、マジプちゃん。また連絡します。どうせ。うわ、ああ、ほら。え、家臣、キャリーとホテルに消えました。はい。ほらな。いや、と思ったわ。おるな。おるわ。に、逃げたな。まあ、ええやん、その二人は別に。どう、なんか、二人でカラオケおんのも変やなと思ってて、言うたら。うん。エッチしてるわ、多分。うん。ああ、こうちゃん、ありがとう、こうちゃん。うん。はぁ。キャリーちゃん、電話してみる？多分出えへんで。多分出えへんで。うん。山田トップグループ意味あるよ、言うたら。だって俺東京行くもん、結構な頻度で。うん、一回やってみようか。キャリーちゃんを電話してみようか。多分出えへんわ。うん、あ、もしもし、キャリーちゃん。あ、もしもし。え、ほんまはカシン君と今一緒におる？え、今まゆちゃん帰ってるよ、もう。え？でもなんかカシン君がキャリーちゃんとおるみたいな。今？うん。
ほんまに？なんで？なんでカシエン君そんなこと言ったの？いや、分からへん。なんか匂わしてたで、キャリーちゃんと。いや、さっきまでは言ったけど、うん、チューした。お前、どういうことしてないよ。え、してないの？うん、うん。え、キャリーちゃん家臣タイプじゃない？いや別にタイプじゃないことはないけど。え、まんざらでもない。え、でもチューとかしないよ。あ、チューとかはせえへん。なんかカシエ君そんなこと言ってたの？うん、なんか分からんけど匂わしてた。なんやそれ。うん、あ、キャリーちゃん一応アリなんや。いや別にありだけど、おかしいかも。知らんかった、それ意外やな。あ、ほんと？え、もうまゆちゃん寝てんの？まゆちゃんは寝室にいるね。あ、そうね、寝室でクラウンしてんねや。わかんない。え、でもあれやろ、しばらくまたまゆちゃんちおれんねやろ。あ、そう、10月末までまゆちゃんもいいよって言ってくれて。うわ、めっちゃよかったな。ほんとはあれやんな、その間に働いて借金返済できるな。そうやね。もう、え、だってもう10万ぐらい返してんやろ、ちゃうかったっけ。うん、昨日10万返した。もう、もうあと22万じゃん。そうやね。うーわ、すげえな。うん、えぐいな。そう、それは何よりやわ、言うたら。あ、何よりやわ。だから早めにね、終わらせれるように私もしたいし、うんうん、で、カシン君との恋もな。いや、カシン君と恋するとは言ってない。あ、とは言ってない。が、頑張れキャリーちゃん、頑張れ。うん、ありがとう。うん、ほなね、ありがとう。あ、うん、え、今日も5万円以上アイテムで儲けてる。マジでえぐいな。ああ、それに引き換え、それに引き換え、本当にもう山田の枠は、それに引き換え山田の枠は、それに引き換え、本当、トップグループあるよ。はい、5×20 は147パオアサス。オッケー、いいよ、ソード人うまい。いいぞ、うん、ネズミに稼いでもらうか。ネズミに稼いでもらうか。家臣はちょっと匂うな、取ったな。ネズミに稼いでもらうか、そしたら。ネズミくん、ネズミくん、ネズミくん、また家ひっくり返してんのか。何回直してもあれやんな。え、東京行くよ。うん、行く。え、今からじゃないよ。あ、ひよこん、ハートパオン、ありがとう。いいよ、ひよこん。ね、いつか一緒に淀川で花火見ようね。あ、ちょっと待って。ま、待って、出てくんな、出てくんな。まだや、まだや、まだや。君のおやつはまだや。まだや。ひよこんないっすやで。あ、いいよ、うまいわ。もうせやで、もうひよこんくん、フォロラン走りそう、もう。よし。殺処分嫌です。イベントの有料アイテム700個ください。殺処分嫌です。あとイベントの有料アイテム700個もらわないと殺処分になります。助けてください。保健所怖い、保健所が怖い。いや、指はいかんな、この人偉いから。保健所怖い。バリガッツくやん、ちょこちょこガッツくやん。そうか、うまいか。うん、
うまいか。あ、金のサイコロありがとうございます。これあのネズミ用のおやつちゃうで。これほっぺに入れたら長すぎるから危ないね。持ってあげてくれって言われた店員さんに。いや、なんか味のついてない飴みたいな感じやな。一回食ったけどな、これ。え、でも桃奈々がなんか言ってたな。リスナーさんの家って言ってたよな。いや、俺んちはって。いや、桃奈々さんは食べてない。外出たくなくなってきた。トップグループ西成強化合宿もう嫌なってきた。家降りたい。いや、リスナーさんの家嫌やって。俺ん家にしてはもうだな、うん、そんな襲わんて別に、うん、あの人の名前はファン太郎くん。その間に家直しとこう。よいしょ。ちょっとその間に家直しとこう。またくん似てる。嘘やろ、そんなにかっこいい。え、脱走せえへんよ。え、これ懐いてるでいいんちゃうの言うたら。ここ開けたら寄ってくんで。なんかあのネズミ用のおやつみたいな、あの味のない飴みたいなやつ触っても怒らんからな。ほら、しかもこれあれやで、持っても怒らんからな。ほら、持っても怒らん。もうみんなネズミ欲しなってきたんちゃう、これ。ちょっとがっつきすぎやって。噛まれたことない。手になんかあのおやつの味ついてもうてるときミスっていくときあるけど、でも別にがっつりは噛んでけえへん。いや、全然臭わないで、うん、やばいんちゃう。え、ネズミのこれ懐いてるでいいんちゃうの。懐いてないの。え、これキンクマハムスターやったんちゃう。俺もその種類あんま分からへん。あ、そういえばトリプルお寿司の家燃えたよな。うん、そう言えばいいけど、えぐい、家燃えた、えぐいよな。え、ちょうでトリプルお寿司さ、電子レンジから発火してさ、あの家住まれへんぐらい燃えてん。うん、で今日昼配信見ててさ、うん、まあというかトリプルで、じゃあほんであの LINE は入れといたら返事返ってきてさ、うん、そう、なんかもうガチでどうしようもないって言われたら山田金融発動って言っといた。うん。いや、なんか古かったらしい、電子レンジが。うん、いや、ごめん、俺トリプルお寿司の家は知らんどこか、うん、で、ちゃうで、確かほんであれちゃうかって猫も一酸化炭素吸って入院で、うん、えぐいらしいで。はい、もういいか。はい、もう終わりね。うん。
いやー、なんかあいつ結構悲惨やで言うたら、うん、いやー、火災保険って強制加入ちゃうのを言うたら、基本的にどんな匂い、いや、なんかきなこ餅の匂いする。今日は何するの？家降りたい。もうどこも行きたくない。何もしたくない。うん、何もしたくない。もう毎日毎日展開展開展開で、もう疲れた、うん、動きすぎた、もうバテた、もう家降りたい、うん、もう、うん、もう今日ぐらい家でええんちゃん言うたら、うん、あかんか。え、こうちゃんはあれちゃうの、なんか花屋さんのあの事務所におるんじゃない、言うたら、もう家降りたい俺、うん、ホワイトボードする。ホワイトボードする、久しぶりに、うん、たまにはいいやろ。もう家降りたい、もう疲れた。いや、火災保険ない賃貸なんかないやろ言うたら、大家さんかどっかが入ってるやろ多分、うん、と思うけど、トップグループの相関図、あーあー、それまとめる。そしたら、うん、あ、花屋さん家けえへんかな、そう言えばやけど、けえへんか、うん、花屋さんと青さんで家来たらええんちゃん、けえへんか。こうちゃん山田さんとこでお風呂行けたら、え、風呂入ってないの、風呂だけやったら貸したんだよ別に。うん、こうちゃん風呂入ってない、ほんまかそれ、風呂貸したんだよ別に、うん、ネズミ気持ち悪いから、いやでもうちの稼ぎ頭やからな、あ、銭湯行ってやろ、ほんじゃええやん別に。ああ、ヒコポンはあかん、山田のことを、山田奥村さんのことをテスト呼ばわり、テンスト、ああ、もう解散してんや、車移動で、え、じゃあホワイトボード行く、うん、久しぶりに、あー相関図気になる、あー、ここか、あー、え、じゃあホワイトボード持ってくるか、よいしょ、久しぶりにホワイトボード持ってくるな。そうするか、この感じでいいか、やりもっての段取りが、これやる気のなさが出てるよね、今日のね、はあ、これにしようか、そしたら、はあ、キャリーちゃん配信、あ、よかったな、おったっこいいな、多分まとめしとくか、うん、なぜこの脱線曲、いや、オープニングで採用してるから、
あ、曲ダサい。これでいける。じゃあこの辺変えとくか。トップグループの、相関図を、まとめていこうと思いました。ほのぼの系、この辺か。え、いけた？この辺いけた？いや、この位置ちょうど過ぎてイライラする。うるせえうるせえ、マジで。あ、うるさいわ、ほんま。マジエアコンでも柴田出てくるか。ああ、このぐらいどう？これでどうよ。じゃあ書くか。トップグループ、トップグループ、コ LTD。 うん、よし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 。で、会長が、まあ、もちろんテテさん、テテさんで、専務、専務のムーがわからん。専務、たかしさんで、ここよね。人事部長、人事部長、山田、山田。ここまでは分かるよね。ここまでは、ここまではいいよね。社長おらへんですね。人事部長山田です。で、こっから、課長が中村。課長ってどうやって書くんやろ。俺課長が分からへんわ。課長分からん。ああ、そう、課長、そうか。言うっていう字か。課長が、中村。中村。で、まゆちゃんがなんか、何やった？まゆちゃんが竹田市担当やった？まゆちゃんは？まゆちゃんまかないか。せやな。まかないが、まゆ。まゆ。で、ちなみにここまでが役員、ここまでが役員です。ここまでが役員。OK、 ここまでは分かる。そうなんですよ、ここまで役員なんですよ。まかないまで、ここまでが、そう、役員。こっからそう、ゆまるが主任になったらしい。ここからがもう下よね、言うたら。で、ゆまる。ゆまるが、主任。主任ってどんな字やったっけ？ゆまるが主任。でも、あれちゃうかな、役員のその何下では一応あれじゃない。いや、ちゃうね、まゆちゃんはもうまかないでも役員やね。役員だよ。あの取締役なんですよ、言うたら。
だから眉が言うたら丈夫みたいなもんなんですよ、言うたら、うん、まあだから丈夫も兼任でいいんちゃうかな、とりあえず役員なんですよ、うん、ああ外部はだからその関西部とかはあの外部やから言うたら藤沢奈々さんとかが入ってくるんじゃないかなこのまま、うん、いやでも中村も役員やから、うん、ちょっとこっからがエグいねんて、ちょっとまだなこれこう LTD になってるからあれやねんけど、ここからがやばいんですよ、あの分社持ち株会社になってるから言うたらトップグループ関西グループ、まあ、言ったらさあの関電とあの近電みたいな関係よね関西で、ここを僕は山田が言うたらあの同時に執行役員で入ってるんですよ、ここ完全僕預かりなんで言うたら、わかる？トップグループ関西、うん、わかりますか？ここにだから言うたらトップグループその関西のあの分社持ち株制で行くと、トップグループ西成グループ、まあ、西成とか西成、高槻、米子か米子、あとどこあ、ちなみに米子ヒコポンな、ヒコポンただな、これ町田まちゃやろ、西成けいちゃんやろ、で、高槻ってどうやって書くんやろ、高槻っていう字めっちゃむずいな、高槻、こっかまあもうこっから ETC よね、うん、分かりやすいどう、あーそうで、ひよこんがなんかバイトで入ってんやな、言うたらあれはでもな、あのゆまるの直属の部下、ゆまるが一応主任やからさ、言うたらここの直属の下にひよこん多分こんな感じやと思うねんけど、今高槻かけてないけどな、分かりやすい言うたら、うん、でこのトップグループ関西っていうのは言うたらあの旧山田会が九州合併されたんですよ、要は、M&A、うん、そう これ自体は M&A でできてるんですよ、うん、M&A、うん、そう山田会が解散した時にあの M&A になってあのトップグループにあの九州合併されたんですよ、要は分かりやすいで、まあ、ここらはもうみんなあれよね、山田会継承というかもう、あ、違うわ、トップグループ書き立つも忘れてたわ、トップグループ世田谷で、これ書き立つやろ、書き立つ塩立つなってるけどまあいいわ、ああこれはもうテテさんからあの許可いただいてるん で、これこの辺が言うたらもう旧山田会 OK、 こういう感じよね、おお、まあひよこんバイトなん、え、どういうことおい夏くんちょっかい出すんじゃねえよ山田、おいコメ欄見ろって、え、どういうことひよこんが嘘つき、嘘でしょ、ひよこん電話する、どういうことあ、ひよこん電話しよう、うん、ひよこん電話するわ、
え、なんかやたらあれやったけど、電話してみようか。え、でもさっきコメントしてたね。え、ひよこん、今暴露されてんで。あ、聞こえる？ひよこん。今休憩中なんですけど、一応夜勤中です。あー、キャリーちゃんが、なんとひよこんくんが LINE のブロック解除してることを配信中に暴露してるで。LINE はブロックしてますね。え、ふわっちは、うん、ふわっちも、うん、今はしてると思いますけど。あ、今はしてんねや。はい。ほんじゃ、キャリーちゃんが嘘ついてるってこと？ひよこんが嘘ついてるんじゃなくて。LINE は、そのトップグループの、電話の時に一回解除したんですよ。うん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 。はい。で、なんか、意味深なこと言ってたんですよ。うん。LINE で。うん。あ、まあまあ、それちょっと送ります、じゃあ。ああ、今はひよこん的には LINE はブロックしてるってこと？そうです。してます。LINE今はもうブロックしてます。してんねんな、言うたら。まあ俺は多分ここまで言うぐらいやから、その言葉を信じるわ。はい。うん。はい。うん。いや、でもあれな、ちょっと僕が会長と約束してたよな、言うたら。もう、キャリーちゃんはダメですって言って。キャリーちゃんブロックして、はい、しなさい、みたいな、言われてたよな。そうです。やんな、今トップグループ。の話してたからさ、言うたら。ああ。え、その後ちょっと電話するとかなんとかで。うん。え、キャリーはされてないって言ってんで。嘘でしょ？キャリーしてないよ。今見せてるやって。ほら。ん？ん？どっちをですか？いや、なんかキャリーちゃんの枠で、2個 LINE 持ってて、みたいな。いや、持ってないですよ、僕。え、LINE1 個なの？はい。LINE1 個で、うん、あ、サブタの方は僕全く扱ってないんですよ。触ってないですね。あ、触ってないんや。はい。まあもうキュインのエフェクト使う時しかサブタは触らないですね。あと、まあまあ、俺その辺のは多分なんかひよこん嘘つかへんイメージあるけどな。そうっすか。うん。それってあれさ、キャリーちゃんが放送中にさ、スタンプ送ったら分かるんじゃん。無理なんかな。僕にですか。あ、うん。まあそれはでも今僕も知っちゃったんで、うん、その後ブロックでもいつでもできるじゃないですか。まあ、まあ、いやでも多分なんか嘘ついてなさそうな気するけどな。そうですね。まあとりあえず LINE に個見せてた。気持ちはないですね。キャリーが LINE に個見せてた。 LINE もふわっちもブロックされてない。ブロックされてないって言い切ってる。LINE ブロックされてない、まあ、とりあえず何も、うん、裏でやり取りもしてないですし、まあ気持ちもないですし。あ、気持ちもないし。そうですね。いや今さ、ちょうどさ、トップグループの話してたからさ。はいはいはい。あ、そう、ホワイトボード持ち出してさ。うん。で、今ひよこんはトップグループアルバイトってことやんな。あ、派遣社員です。あ、派遣社員。まあまあ、ユマル、まあ、同じですね。あ、ということはユマル主任の直属の 、はい、部下になるっていうことですよね。そうです。え、 LINE 既読なってるって言われてんだよ。朝送った LINE 既読ついてるって。うん、それがさっき言った意味深な。ああ、意味わかった。あ、なんかそう、なんかトップグループの何配信上で一瞬だけブロック解除してたってこと？そうです。あ、その時の LINE か。で、その後ブロックはしていると。してます。ああ、それちょってんけど、じゃあ今スタンプ送ったら分かるよ。それ、そういうことやろ。ふわっち解除されてるって言われてんで、ひよこん。ふわっちは、あ、今日、かしんくんと話してて、うん。かしんくんはちょっと見ましたね。あ、はいはい。はい。まあ、その時一瞬外しましたけど。ああ、そういうことな。で、それがそのまんまなってるってこと？はい、そうです。ああ、そういうことな。ちょっとカシン君、あれなんですよ。ちょっと、賛成したかったんですよ。合鍵なくしといて、人に渡しといて。まあそうですね。カラオケしてるんで、ちょっと、頭来て。ああ、ばばばばばば。それはわかる。始めるための材料として。あ、はいはいはい。
閉めるための材料として、ね、か、か、家臣逃げ、うん、じゃあまあ別に勝手に赤ちゃんには立っといてカラオケしてるらしい。なんか別にキャリーちゃんに思いがあってとかじゃなくて、その一時的に解除をしていたみたいな、はい、あ、そうです、そうです、そうです、あの、そう、そういった諸事情から。そうですよ。あ、今ブロックした、今ブロックされたって言ってるやって。いや何したいのかなって思いますけど。そういうことを言って思いませんか。いやーなあ、俺も分からんけどな、うん、まあ俺は別にヒヨコンが言ってることをまあ信じるけどな、うん、あ、本当ですか。まあ、うん、でも信じるも何も気持ちはないですからね。うん、いやでも、まあ、でもこれで、うん、裏ではやり取りしてないってことがまあ証明されたんじゃないですか。まあせやな、俺もそれ聞いてそうやと思う。裏で何かしらやり取りしてたらもう暴露出てきてんもんな。ただあれやん、ね、ただひよこんさ、あの ブロックするって自分のリスナーさんにさ約束した兼ね合いさ、まあ いかなる理由があっても一時的にも解除してしまってたというのは見え方は良くないかも。うん、あ、そうですね、うん、それはした枠でいますね、うん、うんうん、でもそういう意図があってんやったらまあ別にそれはそうやと思うけど、ただあれやで、あのうちんとこの専務はうるさいで、うちんとこの専務も会長も、うん、天然さんは、うん、俺なら逆張りするなって言われたんですよ。ああこらそれ配信外の話すな。それ配信会の話やろ。うん、それ配信会の話やろ。こら、すな。それはあれや、高橋さんにもヘイト向けてるから、配信会の話すな。そう言われても、そう言われても、ちょっとまあ、うん、あの、なんていうんですかね、まあ、その気にはなってないっていうことです、要は。ああ、せやな、それ言われても逆張りしてないってことやもんな。そうです、そうです。うん、気持ちはないよってことです。うん、そういうことやな。はい、はい、分かった分かった、ひよこ。いやなんかえらいや、鳩飛んできてたからさ、キャリーちゃんの枠から。ああ、うん、ちょっと迷惑っすよね、ほんと。寂しいじゃないですかこれ。あ、まあ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 、トップグループの話してたからさ、別にあれやけどさ。ああ、うん、分かりました。あ、会長怒ってる。嘘でしょ、会長が怒ってる。あらあらら、今、休憩あとどのぐらい、ひよこ。あ、いや、もう終わり。あ、もう終わるか、わかったわかった、ありがとう、はい、ありがとう。はい、はいよ。はい、で失礼します。はいよ。よ、おっと、ひよこん危ないぞ。ひよこん危ないぞ、会長怒ってるらしいぞ、うん、キャリーちゃんコラボの方がええんちゃう、わからんけど、コラボの方がいいんちゃう。いや、トップグループごたごた続きますね。ひよこん首、ひよこん首か。うん、マジでひよこん首なった。あ、会長テテさん、うん、ひよこん首なったわ。会長激怒。なんでイキリストと喋ってるの、トップグループちゃうのに。会場にちょっと電話したいけどな。いや高橋さん多分あれやわ、あの社長に呼ばれてると、多分、うん、許さない。そう、嘘でしょ、サボりちゃうって。多分今日は多分ちゃうと思う。あ、おはよう、うん、これはあれやな、クビやな。ああちょっとイキリストテテさん貸してくれへん、もう、うん、お前関係ないやん、うん、で俺高橋さんに送っとくから言うたら、うんうん、今日のあれ、うん、あ、朝には解除されてたん。朝っていうかもうリアルタイムでブロックされてなかったよ私。リアルタイムで、嘘でしょ。私ね、実はリスナーさんの家に昨日いて、私、ひよこくんにふわっちはブロックされてたけど、うん、あの、リスナーさんの端末で見てたんだよね、配信。はいはいはい。それで、
キャリーブロックしましたって言ってた時に、うん、じゃあ確認してみようって確認したら、うん、ペテ会長の家にいる時もブロックされてなかった。嘘でしょ、うん、嘘でしょ。 LINE は最初からブロックされてないで、フワッチは確かにされてたけど、今日の夜にはもう解除されてた。嘘でしょ。本当だよ。あー、これもうあれやな、うん、それなのに私の嘘つきとか私ばっかりがなんか言ってるとか言われるのも嫌だから、うん、嘘でしょ。本当だよ。ひよこんクビなったわ、トップグループ。でも私のせいっていうか、事実を私話しただけだから別に悪くないよね。うん、そうだわな。だって だって黙っとくこともできたけど、うん、なんか、うん、悔しくない？そんな私ばっか言われて。そうやわな。そうそう、あれテテさんが電話出えへんぞ、なんでや、うん、出るかな。怒ってるわ多分会長、うんうん、私悪くそうなんよね、メロコちゃん。うん、ちなみに昨日の中村くんの枠に、うんうん、ひよこんくんの私の LINE の画面を開いたのが映ってたけど、うん、ブロックしましたって言った後に、うん、ブロックしてない画面も中村くんの枠に映ってた。うわー、これあれやな、うん、ひよこんクビやな。誓約書書いてた時になんかの漢字検索してたの、ああ私の LINE のトーク履歴で LINE の、 あの漢字検索してて、それを携帯を置いた時に中村くんの枠に私のその LINE のトーク画面映っててブロック中ってなってなかった。ほんとはひよこんがやっぱちょっと嘘ついてるってこと？だって昨日 LINE 自体は一回もされてないもん。私嘘でしょ。リアルタイムで見てやったもん、確認スタンプで。おっと、これはあれやな、大事なりそうやな、また。うん、うん、そうそう。今なんかまゆちゃんゴソゴソしてる、どっかに。あ、まゆちゃんね、なんかちょっとグッズの発送するって言ってる。グッズの発送。うん、そうそう。何のグッズ？わかんないけど。いや、これはちょっと割と信憑性あるな、うん、そう、で、うん、あとふわっちもうん、あのブロック解除されてて、私、うん、フォローできるか押してみたらフォローできて、フォローできたスクショも撮ってるから。わかった、ありがとう、うん、うやっぱり両方から話聞かな、うん、そうで LINE に関しても朝送った LINE が既読になってるからね、うん、私が朝、うん、おかしいよな、うん、私が朝送った LINE 既読だから。うん、わかった、キャリーちゃんありがとう、うん、うん、ちょっと高橋さんにも連絡入れてみるわ。わ、うん、かった、うん、ありがとうキャリーちゃん、ウィース、うん、
いやなんかごちゃごちゃしてきたね。あ、ついてない、ついてないの分かってるよ、別に。だから結局な、結局多分あれちゃうかな、要はひよこんくんがその解除してたことが、その解除してた理由が多分あの双方で話食い違ってるみたいな。うん、え、夜に既読ついてんの？夜についてんの？本当だね。え、それスクショ送れる？俺に逆に。嘘でしょ。うん、それそのまま俺会長に。うん、あ、ごめんな、一回落ちてもう一回入り直すわ。なんか映ってないらしい、こっちで。ちょっと待ってな。うん、なんかあれ何も見えへんらしい。 見えた？今帰ってきた？もう一回コラボ出してみるわ。嘘でしょ。これ会長に送らなあかんからな。これでいけるかな、これでいけるか。うん、この件はキャリー証拠出してる？キャリーがスクショ見せる？うん、送って俺にも。あれコラボ出してんけどな、キャリーちゃんに。無理かい。これで映るか、いけた。あ、全部。あ、待って、ソース来た。ソースです。お、ほんまや、これ。あの、ほんまや、そう、今日のスクショだからね。これ朝の9時やんな。朝の9時だよ。だって9時10分既読なってるわ。9時10分なんか天然さんと解散してるじゃん。うん、その時点で送ったライン既読ついてるんだよ、うん、でこれは絶対捏造じゃない、絶対違う。うん、捏造じゃないじゃない。てかそもそもキャリーちゃんに捏造する頭ない。うん、うん、うん、いやでも会長はやっぱりそのブロック解除という事実をやっぱ見てるから。うん、確かし、うん、そうだし、朝こう天然さんと解散してる時点で送った LINE で既読ついてるって、うん、天然さんと解散してからブロックしてないってことでしょ。もうそうやな、朝9時時点ではな。そうそうそう、うん、いやしかも既読ついてるからな。 でね、私がね、山田くんとコラボ中にまたブロックしてる LINE。 嘘でしょ。これ会長にそのまま送っとくわ。送っといて。うん、会長に送るわこれ。うん、うん、テテさん、会長見るかなこれ。会長送っとくわ。うん、うん、そうでしょ。うん、で LINE も2つ知ってるしね、私。おお、だから多分まあその1個は本人曰くほとんど使ってないらしいけど。あとあのそこまであの私が嘘って思うなら、うん、あの昨日中村くん枠で、うん、ひよこんくんが契約書書いてた時に、なんかの漢字を調べるので、うん、私の LINE のトーク履歴で、はいはい、あの漢字検索してたんよ。ああ、はいはいはい。それで、床に携帯を置いた時に中村くんの枠に私のトーク画面映ってて、はいはい、そこでブロック中ってなってなかった。これ、高橋さんにも送っていい？キャリーちゃんが撮れた。いいで、中村くんにも送っていい？うん。うん。中村。中村にも送っといた。うん、これやばいわ。ひよこんくん、また首や。うん。うん。なんか私ばっかこう悪者されるも、ムカつくしね。まあまあ。だから私は別に事実を言っただけであって。まあ確かにそうやわな。うん。そうそう。うん、これ都合のいい解釈で嘘を広げてるんではないやろ。ほんまやろ。ブロックがそう解除されてるかされてないかのその事実ベースで言うたら、朝9時時点ではひよこんくんの、LINE がまあ要は繋がったまんまにはなっていたっていう状態は確定やねんから、これで。あとこれね、そのスクショ送ったやつなんだけど、うん、あ、ちょっと待ってね、あのさっき配信つける前に、うん、私が、うん、あのスクショ、ブロックされてないかの確認のスクショ取って、うん、
携帯の画面、携帯のアルバムって何月何日とか時間も出るじゃん。出る出る。それもちょっと送るね。あ、もうこれ確定やわ。キャリーちゃん嘘ついてないわ、もうこれに関しては。で山田くんには送ったんだけど、これ今日の今日の夜中1時47分にまだこれブロックされてないライン。あ、ほんまや。これだってブロックされてたらプレゼントできませんって出てくる。ほんまや。あ、これ中村くんとあれやわ、あの磯野にも送っとくわ。これ今日のだからね。マジかよ。そうだよ。マジか。サービスで巻き打ちんちん送っといたるわ。これはいらんけど。それはいらんか。それはいらんか。それはいらんわ。巻き打ちんちん送っといたるわ。もうやる。見たくないわ。それまゆちゃんにも見せてきていいで、全然。いやどっちでもいいけど、まゆちゃん見たくないやろ。いや、まゆちゃん見たら喜びそう。巻き打ちんちんスタンプ。まあ分かった。事実はもう分かったから。私嘘ついてない、なんかってくれたから。もうちょっとトップグループで社内会議にかけるわ。ありがとうキャリーちゃん。ほなね、ウィス。ほなね。リモコン首なってもうたわ。これで、これで奥村さん明日仕事しやすいやろ。奥村さん明日仕事しやすいやろ。パンツ見えてなかった。ああ、ゆまるいらんて、ゆまる主任やで、あゆば。あゆばーと相沢さんはあれやろ、トップグループ最下層やねやろ。ゆまるさん主任ですよ。それにゆまるいらんはやばいわ。ゆまるさんの上司ですよ。いやいや、会長も電話かけたらあかん、疲れてはるやろ、言うて。夜中あんま電話かけたら悪い。ゆまるいらんわって言われてももうあれやわ。タコシにも言うたらゆまるいらんって。いやー、でもそれはあれちゃう、高橋さんと会長が決めることやから。俺はゆまる別におってもおらんでも、話してるらしい。ひよこんくん首。ゆまるいるなら、ゆまる社員なの、社員なの。ゆまるさんは社員なの。ああ、社員らしいわ。じゃあやっぱ社員らしいわ。自分はもう創設時から、何？人事部長なんで、はい。しかも役員なんで、トップグループ内では。イケリストが、いや、かき乱してないよ、言うたら。ほんまは揉めさしたいな。入社はしたんじゃない、ゆまるは。やだ、変なのばっかり入れるから。いやでも一応許可取ったからな、会長には。ヒコポンだけ三角らしいわ。以外は全部大丈夫らしい。これで一応ちゃんとまた お伺い立てて、トップグループな。ここまでが役員で、まゆちゃんはちょっと人事部長山田権限で、まかないって言ってるけど、常務取締役も兼任です言うたら、はい。ちなみにで、ここから下がゆまるさんが社員で、主任で、あとはもうトップグループ関西、西成のけいちゃんとかひこぽん、おっか、かきたつで、かきたつに至ってはマンション名がトップルームやからっていう理由で、トップグループ世田谷かきたつです。はい。でここらがもう言ったら旧山田会ね、言うたら分かりやすい、すごい分かりやすい。
あのトップグループあのメンバー募集中です。ほんで、あ、まあ派閥とかではないけどな。いやいや、俺はもうトップグループでいいよ。あ、せやで、書き立つあれやで、マンション名マジでトップルームやからな。びっくりしたわ、運命感じたぜ。ヒノキ丘入れる？え、別に仲悪ないよ。行きよ。いや、吹き込まれてても俺別にあれや、ええよ。トップグループ宮ヒノキ丘入れる？はい、パオアザス。それはちょっとあれやな、直接面接行ってもらわな。え、いらん？まあでも会長がな、OK 出してるからな、ここら辺は。いや、ヒノキ丘に関してはちょっと自分で売り込んでもらわんと、自分で売り込んでもらわんとね、言うたら、あ、しかもあの会長に、いや、ヒノキ丘じゃいいよ。いや、ちゃうで、山田は一応上で言う、ここよ、人事部長よ、言うたら、トップグループでは、人事部長です。そうそう、あの創設時のメンバーなんて言うたら、僕とか中村くんとか高橋さんは、トップグループ。こうやって見たらえぐいな。こうやって見たらだいぶえぐいな。こうやって見たらだいぶえぐいで、いや、いいよ別にされてても。俺は言うたらさ、あの直接会いに行けるから、言うたらテテさんとこ、何言われてても。いや、今のとこおかしい人おらんけどな、このメンツで言うたら。ヒゴポンだけあのテテさんが三角示してたよな。いや、まかないやけど、一応常務取締役を兼任よね、まゆちゃんは。家臣は2回クビなってる。家臣は2回クビなってる。まあ、マチャの彼氏は入ってないけどな。まあでもマチャも一応トップグループ町田やから。え、まゆちゃんご飯うまいで。美味しいで。なんか前餃子作った時も普通うまかったもんな。いや、マチャはトップグループただの町田よな。町田担当です。あ、いちごっかっていうトップグループ高槻がいてて、でトップグループ西成もいてて、いや、中村課長って聞いたけどな。いや、でも役員やね。ここら上はもうみんなあの役員です、言うたら、執行役員です。あ、トップグループ米子はもうヒコポン。いや、それはあれやろ、トップグループやから。トップグループやから、もうそれは知らない。いや、本来あの何か課長も役員じゃないねんけど、役員やね、あの株持ってるんで、トップグループ の、あの上はもうみんな株持ってるんで、トップグループの、いや、スポンサーはいらん。え、常務がだからあのまゆちゃんがあのあれよ、あの何兼任、あ、ほんとイギリスとか社長らしいわ、イギリスとか社長らしい、じゃああれちゃうかな、中村くんとか割れそうやけどな。いや、高橋さんに連絡せなあかんけどな。高橋さん多分今電話出えへんやろうな。一回イギリスさんの社長になったらしいですよ。
え、高橋さん連絡する？うん、一回高橋さん連絡するか。うん、いいそうの多分無理やと思うけどな今。山田役員、人事部長。あ、出えへんわ。出えへんわ、高橋さん。で、中村君にも電話するか。中村、なんか人事変わったらしいぞ、つって。どういうこと？俺首ちゃうで株あるから。勝手にはあれやで。いや、なっても多分ならん。だって俺株あんもん、株。株あるもん。あ、中村くんも電話出えへんわ。そうそう、株あるから。あれ何、あの分社持ち株やから、うちらのところは、中村寝てんの？なんかたかしが作ってんでこれ。たかしが作ってんで。あかんわ、中村くん寝てるわ。いや、山田会は解散したから言うたら、突破グループもみくちゃになってきたな。いや、俺は多分クビならんね。結構自信ある。俺のせいじゃないよ言うたら、そもそもこれたかしさんが作ったグループやのに、あんさん置いてけぼりやで。たかしさんが作ったグループやのに、勝手にむちゃくちゃなってんで、面白くなってきたね。仲間に入れてあげよう。株式会社にするらしい。楽しみがせやで、トップグループやのに。イギリストさんの、イギリストさんの会社になったらしいです。はい。ついに。イギリストさんの会社になったらしいです。トップグループは。はい。いや、相沢さんも入ってるらしいで。なんか、高橋さんが言ってた。いや、知らん。それは会長が決めることやからな。ゆまるが一番いらん。株式会社トップに変わったらしいで。買収されたらしいで。トップグループ、イキリストさんが社長になったらしいです。縮図で言うと。いや、会長の言うことが絶対やからな。それは。高橋さんおらんくなった。高橋さんどうだった？降格したって嘘でしょ。高橋さん乗っ取られたでって。あれちょっと電話出えへんな。なんでや。派遣に降格。言われた通りにしちゃうの。じゃあトップグループは、イキリストさんが社長で、花屋さんが副社長になったらしいです。はい。じゃあ、まゆちゃんも部下だったってこと？みんなの。高橋さん専務やで。ゆまるから下全員クビ。
ゆまるから下がクビだったん。ゆまるから下がクビだったの。うん、経営陣が入れ替わったらしいです今一気に、うん、全員クビらしいです。はい、え、いやクビになったらしい。まあ、ただ役員会せなあかんけどな、うん、どっちにしても、うん、でまあ、なんかバイト、バイト降格、え、バイトになってんの俺が。イキリストさんが、社長になって、で花屋さんが副社長になったらしいです。うん、高橋さんは専務のままらしい多分、うん、で中村くんも役員のままなのかな、分からん。中村くんは、ちなみに中村くんはどうなったん。いや高橋さんにこれ連絡入れとこう思ってんねんけどな。あ、ということは中村くんもクビになったってこと。ゆまる以下クビ。うん、ほぼクビにしてる。え、中村くんは、中村くんは、え、中村もクビ。中村はそのまんま。え、中村もクビ。嘘でしょ。花屋さん副社長、うん。うんうん、やば、だから下がクビなん、うん、え、下がクビ。え、まゆちゃんとかも、まゆもクビ。嘘でしょ。ちょっとまゆちゃんにも電話せなあかんこれ、うん、まゆちゃんも、まゆちゃんもクビになったらしい。まゆちゃん電話するか、うん、まゆちゃんもクビやって。中村もクビらしい。中村もクビらしい。山田はバイト。え、どういうこと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 。基本コンビ、山田から下は全員クビらしい。下がクビ。うん、で俺もクビ。え、眉はクビじゃない。だって山田から下って書いてるやん。うん、山田からしたら、ひよこが見習い。え、ゆまるとかは、ゆまるとか。ゆまるとかは大量リストラ。トップグループ動いたぞ。うん、動いたぞ。うん。天然さん以外みんなクビ。天然さん以外全員クビ。決まりました、トップグループ。天然さん以外全員クビらしいです。はい。ちょ、これ変わるな。うん。山田もクビらしい。うん。天然さん以外は全員クビらしいです。うん。別組織になったらしい。うん。え、まゆ、ということはまゆちゃんもってこと？まあ、株あるから、株売り抜けるからな、俺は別に。うん。中村残留？いやーこれ解散なら、中村は残った。うん、イギリスと新体制で天然さん、まゆちゃんもクビ。嘘でしょ、ちょっと待って、まゆちゃんクビなったでって電話したるわ。うん、まゆちゃんトップグループクビなったでって。うん、あ、通話中やまゆちゃんクラウンくんと。うん、第二の会社でイギリスとさんが、あれらしい。うん、あれなったらしい。株式会社 TOP になる。パルちゃんも入社。まゆちゃんちょっとあれやな、で電話つながらへんかな。まゆちゃんもクビになったみたいって。うん、山田中村はクビ。え、トップグループ面白なってきたでこれ。うん、面白なってきたで。うん、キャリーを潰すグループに変わった。うん、あ、まゆはセーフ。うん、キャリー配信終わった。うん、
おぼろなってきたで、これ。おぼろなってきたで。たかしは何してんねやろ。ネクストグループ関西。たかしさん変わりましたよ。たかし以外全員クビらしい。あ、たかしと中村以外全員クビらしいです。言うたら。あ、中村は残ってんや。で、花屋さんが副社長になったらしい。いや、わからへん。いや、じゃあこれだいぶ変わったで、だいぶ変わったで、トップグループ。書き直すか、そしたら。いや、しら、会長が言うことは絶対やからな。うん。じゃあトップグループは、どうなったやろ。山田クビ、まかないまゆクビ、で、中村くんが残って、以下全員クビ。以下全員クビ。トップグループだいぶ変わりましたよ。だから、トップグループ、社長にイギリストさん、マスクの下コンプレックス、コンプレックスイギリスト、イギリスト、社長、社長、まずマスクの下コンプレックスイギリストさんが社長、で、花屋さんが、花屋さん、ほんまに花屋さん入ってんのか、後で怒られへんか。花屋さん、副社長、まあ、副ひらがなでいいか、副社長花屋さん副社長、花屋さん副社長、ほんで、誰、中村くんそのまま、中村くん、課長でいいのこれ、課長、課長、こうなりました。トップグループ、はい、内部分裂が起こりました。こうなりました。てかててさん会長で、あ、ゆまるも残ってんの。動きましたよ皆さん。あ、見習いで家臣とひよこ、家臣、ひよこ、こうなったらしい。これで合ってる？これで合ってるか？ゆまるクビなの？どっち？あ、なつきちゃん入ったらしい。こうなりました。あ、ゆまるはセーフ。はい、トップグループ、イキリストさんの会社になりました。あ、ゆまるやっぱクビなんや。じゃあこれで合ってんじゃん。新体制に変わったらしいです。はい、トップグループトップグループ、新体制に変わりました。会長テテ、専務高橋さん、でマスクの下コンプレックスイキリスト社長で、花屋さん副社長、中村くん課長で、見習いが、家臣くん、ひよこんらしいです。はい、で、夏希ちゃん入社らしい。なんかようわからんけど、こうちゃんわからん。いや、またクビです。はい、あ、ちゃう、何やったっけ、アルバイト、何わからん、らしいです。はい、半沢直樹です。はい、リリー入社、リリー入社、リリー入社らしいです。はい、マユもクビって言ってた。こうなりましたね。まつげんさんも入るらしい。いや、まかないは誰が作んのかな、言うたら。社長、新社長、マスクの下コンプレックス、イキリスト社長になりました。皆さん。
らしいです。はい。まかないはリリーさんらしいです。あ、白井くんも入ったらしいです。はい。そういうことらしいです。はい。新体制になるらしいです。こういうことらしいです。はい。見習いにこうちゃんも入ったらしい。そういうことらしい。トップグループ VS キャリーになったらしい。山田は首、山田入ってない、もう首。首。山田首です。はい。まあ、会長がもうそう言うてんねやったら仕方ないよ。会長がそう言うてんねやったら。山田首です。はい。トップグループ、解散です。だから、事実上の、半沢直樹です。いや、会長からはまだ聞いてないな。会長に聞いてみな、ちょっとわからんけどな。でも俺はあれやで、会長が決めたことやったら、それでいい。別に、何もなしです。はい。別に、首でもいい、別に。会長がそう言うてんねやったら。あれ、桃七から電話かかってきてる。何やろ。ヒノキオか。プル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 。プル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 。プル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 。何やろ、桃七かかってきてる。プル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 。プル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 。プル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 。プル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 。プル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 。何やねん、かけてきてて出えへんって何やねん、桃七。何の電話やねん、このタイミングで。なんかあんのかな。いや、だからもうイギリストさんの会社になりました。イギリストさんが社長なんで。山田、なり合いはせえへん、俺。ちょっと桃七から何の電話かかってきてやろう。山田は閲覧欲しいだけだから。どういうこと？閲覧欲しいだけやな。合ってると思う。俺はいついかなる場面でも閲覧欲しい人やから。あ、おった？会長。あ、いや、そうらしいで、これガチらしい。もうガチらしいわ。いや、まあこれは高橋さんもあれちゃうか。出るかな、会長。あれ、会長でも出えへんな。なんてやろう。高橋さんおらへんくなった瞬間ガラッと入れ替わったで、これ。会長逃げた。高橋さん、なんかこんな感じになったで。こんな感じになりましたよ。説明責任があれやな。いや、気まずくてて別に出たらいいやん、会長。クビです。みんなクビです。トイレ。ヒノピーが閲覧稼い、あ、ええよ、別にミラーしてても。ミラーしててもいいよ、別に。まゆちゃんはな、今クラウンくんと電話中やわ。あの、本ちゃんの方かけて繋がらへんから。家臣が首が会長の家行くか。そしたら、会長の家行くか。あ、家臣は復活したらしい。会長の家行くか、乗り込むか。キャリーでお前のね。高橋さんよりも上だったらしい、急に。会長の家行くか。そしたら、
トップグループ目黒、うん、まあせやな、専務より上やな、イギリストさんな、社長やから、うん、で花屋さんが副社長らしい、うん、いや高橋さんあかんも今多分出られへんと思う、うん、見習いにこうちゃん入ったらしい、うん、いやこうなったらしい、うん、あの 祝図で言うと、うん、あれひよこんからなんか LINE 来てんぞ、なんやトップグループは、株式会社トップグループに変わったらしいです、うんうん、もうちょくちゃなってるうん、いやひよこんからはなんて来てるこれ、ひよこんひよこん、そもそも悪者ばっかりされてるって言うてるけど本人が話をしなければ何も言われないんじゃないですかねって来てる、うん、韓国ドラマですこれ、はい、いやー面白くなってきたっすね、面白くなってきたっすね、え違うやろ、じゃあ高橋さん何も知らんねん、高橋さん何も知らんねん、あキミ君パオアナスオッケー、うん、うん、高橋さんは何も知らへん、トップワングループ？トップワングループ？嘘でしょ？もう、いやもううちと高橋さんはババファクトリーあるからさ、言うたら言うてもババファクトリーあるから、うん、うん、ババファクトリーがあるんで、うん、工場長やからせやな、という感じになったらしいです、言うたら、はい、という、はい、トップワングループババファクトリーいや、オールなってきたね、あまあでも会長が決めたことやったらそれでいいです、俺は、うん、うん、会長が決めたことやったらそれでいいです、はい、また会長のマシマシココア飲みたかったけどな、うん、マシマシココアよいしょ、コーヒーはもうあかんけどな、うん、そうなりました、解散です、事実上の解散です、はい、え家臣またクビだった、うん、うはい、いや中村くんが聞いたらびっくりするやろうな、中村君が聞いたらびっくりするやろうな、いやごめん天然さんはあかん、今連絡つかへん、あ桃7から電話かかってきた、あもしもし、あもしごめんなさい、はいよ、どうしたの、あ電話かけてかけ直してもらって分かんなくて、あーはいはい、今日最終日でしょ、何が最終日なの、イベント、え今日最終日やったっけ、あ、今日最終日か。あ、最終日らしいわ。うん。それで、うん。うん。で、だからちょっとまあ、今日最終日だから、今日の夕方からちょっと無理だから、うん。今からちょっと、その、ご飯作りかなんかね。え、今から来んの？今からきついか。あ、いや、いいよ、別に。今から大丈夫？いや、いいよ、別に今から、うん、いいよ、別にどう、そっちの方、いない感じやったら私は石田向こう、そっちに多分ガチ子多いっしょ、いや、そんなにおらん、多分ガチ子多いと思うから、私うんガチ子多かったらちょっと無理やし、いやいや、ガチ子多くないよ、ほんで、別に
重いんじゃないの。いやいや、多くないよ、別に。多分私叩かれて嫌やし、ね、その間違いみたいな。まあまあ、おんのはそらおるやろうけど。え、来んの？いいよ、別に。彼女とかいるんやったら嫌やし、ね、彼女おらんやろ、どう見ても。どう見てもおらんやろ。ボッケしてきた。彼女おらんよ。うん。え、今から来んの？今からな。早すぎん。うん。何？え？今から来んの？今からやめた方がいいか。うん。なんかあの日付決めた方がいいんちゃん。思っててんけど。そうね。ああ、うん。さすがにだって3時やで。日付決めるか。ああ、うん。その方がいいと思う。元気すぎるやろ。30とかは30月末。あ、月末はあれか、忙しいか。いや、私はいつでも大丈夫なんだけど。あ、ほら、一応じゃあ30を予定しとく。でも私ツイキャスで配信になるよ。いいよ別に。あの27日から、うん、から、うん、なんかそのツイキャスのイベントのなんか富士見ちゃんともちろん3人でチームとねみたいなになってるから、うん、宣伝な、うん、それのツイキャスのいいよ別に、それでなるから、うん、やってたらいいやん別に。こっちはキャスト詳しいけど、うんうん、私はキャスで、うん、いいよ、やってていいよ別に。じゃあ30日な、30日の夜、30日の夜か、夜、うん。で、えんちゃん。30時夜で。うん。で、でも俺んち何もないで。何フライパンぐらいしかないで。フライパンしかない。うん、フライパンぐらいしかないと思う。たぶん。あ、うん。これ1個とかってある。うん。うん、これと、あと、これと、これある。うん、3つぐらいある。うん。あんまない。うん、あんまりない。あ、あと鍋ある。うん、あと鍋。あと鍋ある。あ、じゃあこれ、これか。あ、これでいける。うん。調味料とか、うん、多少はあるけど、うん、何作るかはあれやけどさ、うん、あ、俺お野菜が食べたい、お野菜、お野菜が食べたいわ、お肉よか、お魚とかお野菜がいい、うん、希望としましてはお魚とお野菜がいいです。で、しいたけはちょっと苦手っすね。もうそれ以外は何でも食べれる。しいたけ、うん、なんかそっちのコメントごめんなさい、しょぼいパイメン入ってる。じゃあいいよいいよ、そんな金銭でいいよ、その金銭でいいよ。人気はしてないけど、私は人気ないのは分かってるから、配信者としてはもう終わってるし。そんなことないよ、すごい、いや終わってますよ。そんなことないよ、何言ってんの、うん、終わってないよ、これからよ。いいんだけど、俺応援してくれてる人いるから、俺と共に人生を歩いていこう、これから。うん、妻として。それはいいんだけど、うん、あ、それはいいの、え、いいの、それはいいの、そういう意味じゃなくて、あ、そういう意味じゃなくて、あ、うん、そういう意味じゃなくて、うん、良き妻として、うん、これから共に人生を生きていこう。うん、それじゃあ30日の方がいいってことで、今からよ、今から、うん、そう、30日の方がいいかな。うん、30日、うん、30日、私はずっともう27日から24時間ずっとツイキャスやってるから、うん、7日までだけど、うん、分かった、んでまあとりあえず30日ってことで、うん、それで連絡してくれたら、うん、あ、いよ、あの来月の7日までツイキャスイベントやってるんで、あ、ほんじゃ来月にする、来月でもいいで別に、うん、まあまあ日付はいつでも全然いいよ。とりあえず、うん、あの富士見ちゃんともんじょりちゃんチームでイ
ゃってね、うんうん、であのモンテリちゃん朝9時からもう4時間しかしないんだって。ああそうね、そのままもうそっからやるみたいな。うんうん、私は今日寝配信ずっと昼まで寝てるから、うん、こっから私交代みたいなずっとしやるんやけど、うん、うん、オッケーオッケー、うん、あ、ごめんなさいね。うん、いいよいいよ。うん、いいよいいよ。私、タコよね。うん。あ、私、タコです。うん。いや、いいよ、そんな。うん、あ、まずコメントあるオポンとかタコとか。うん。でも嬉しいよね、それで書いてくれる。だって、オワコンって言われるとこさ、バンって伸びてたってことやもんね。うん、最初からあれだったら言われないから。うん、いやでも大丈夫よ、僕はそんな金銭でも、うん、うん、ありがとう。うん、その金銭でいいよ。うん、ありがとう。妻になりそうならへん。見た目タイプなの？で、何があかんの？わかんないけど。見た目タイプなの？見た目タイプ。で、俺とエッチできるん？いや俺バカ、配信でも言ったけど私あれなのバカうまいで。これね、分かると思う。そっちより女性リスナーさん多いっしょ。うん、そう、男の人でも思うと思うんだけど、うん、男の人でも、うん、セックスがかなりうまいなかったらチブリなの。うん、でもタメさんやっぱり中毒なるかぐらいのね。うん、バカうまいで試す一回。うん、バカうまいで見てる人分かってると思う。バカうまいよ、うん、あのやっぱりうまい人がいいっていうところがあるっていうか、うん、すごいうまいで、うんうん、顔タイプでエッチバカうまい、あと何がいいのよ。いやいやいや、うまいから、うまいから、うまいから。うん、夜はすごいよ。うん、でもやっぱりそのエッチがやっぱうまいのはいいよね。うん、それはな。私そうなの、やっぱりエッセンプレイとかアブノーマルとか好きだし。ああ、それも別にいけるよね。うん、俺エッセやしょ、ほんで。うん。いやいや、もう普通ちゃうよ俺、うん、もう壊れてるよ、うん、そうじゃって違う、壊れてるってわかんないけど、配信者としては壊れてるかもしれないけど、ちょっと普通じゃない。いやいやいや、もう壊れてるよ、夜も壊れてるよ、うん、うん、うん、配信者としてはちょっと、うん、めちゃくちゃうまいよ、うん、すごいで。いや、絶対うまくないでしょ。いやいや、うまいからやばいで。配信者としてはちょっと壊れてるかもしれないけど、うん、俺マグロでもクジラに変えてきたからな。うん、私今までやった人一番うまかった人、やっぱすごかったよ。あ、すごかった。うん、付き合った人で、うん、やっぱりずっとだからさ、そのずっとあの起きてもそうそうそう、目覚めたらずっと触って、私の触ってるな、ずっと触り続ける。うん、ずっと触ってる人、うん、わかる、うん、わかる。え、その人経験したことある？これ見てる人あるやろ、あるやろ。いや多分、いや、で起きてもずっとその12時間ずっとエッチするみたいな人なのよ。うん、まあいけるいけるけど、いやいけるよね。うん、え、いけるよ、12時間ぐらいいけるよ。
うん、うん、俺もすごいよ。俺も外とかでこう、うん、ちょっとホテルとかガラス張りのところでこういられてながらとか、うん、ああ得意、うん得意、うん、うん、首輪つけたりとかね。ああ全然ある、うん全然ある。ない一緒で言ったら、いやあるよ全然。もう首輪なんかつけまくりやで、うん、うん、うん、そらな、足カフェとかね。ああ、もう貸せるよ。うん、それは貸せるよ。うん。わからないでしょ。いやいや、わかるから。うん。もう、もう、いやいや、もう貸せりまくりやから、こっちは。うん。うん。うん、貸せるよ。うん、それは。うん。いや、絶対わかってない。わかってるよ。足貸せじゃん。絶対ありがとう、ポッコキ。うん、そんな。うん、貸せるよな。うん、貸せてるよな、俺。配信者のうちは誰とやったことあるの？それは言わんやろ。それは言わんやろ。それ言う。そうそう。バレてんじゃない。バレてへんのもあるやろ、そら。うん、バレてる人教えてよ。いや、今この人数で言ったらまたその人ら荒れるから。バレてても荒れた。そのバレててもその人が荒れか。うん。またあれのやつか。あ、そうそう、あれんねん、やっぱり。でバレてへんの言ったら大事なるし、言うたらもう炎上ニュース決定やから。もうバレてないって言ったら、バレてないって言ったらやばい。うん、訴えられるかも。なんで訴えられるの？そりゃみんなも知ってるような人やからちゃう。みんなも知ってらっしゃる。訴えられると思うよ。そんなやっただぐらいで訴えれない。いやいやいや、でもまあ波風立てんでええやん、今大事な時期やから。お互い その辺は別にいいよ、言うたら。その辺は別にどうでもいいよ。ケラミって知らん。ケラミさんって誰？うん、その辺はどうでもいいよ別に。ケラミさん、うん、いや、やってない。だマイちゃん結構いろいろやってるからね。え、俺やってないよ。やってないよ。やってない。やってない。やってコメントある。ネギちゃんってコメントある。うん。まあまあまあ、その辺は多分やってるんじゃない。ネギちゃんってやったの。うん。あるよね、あれ、投げ師の人があるよね、出るから。うん、やっててもまあ、うん、あの子はだってネギちゃんが多分ね、山田とやろうが、うん、投げる人は多分離れないから。うん、分かって誰が投げてるか。うん、何の電話なの？やっぱり、でもそうやってでも、じゃでも結構モテるんだね。うん、モテる。ネギチちゃんとやって、うん。ネギちゃんってプラチナでしょ？うん。川上ちゃんともやったの？いや、やってない。まあ、モテるよね、うん、そら。もう暇でんかなんか。暇でんかなんかか。女の顔になってきた。ビッグカップル誕生か、うん、寝た？切るか？切るか？もう寝てるから切るか。相田さん
ってやった。やってるか。やってるか。できるか。まあまあまあ別に年齢で言ったら普通ちゃうかな多分。うん。あと北新地のリスナー書くな。書くな。でもなんか私配信者的に思うんだけど。うん。あのそう思うけど私もし山田と付き合ったら。うん。あの何もなしで配信外とか。ああ裏で隠れて。はいはいはい。はいはい。私もしあれだった、うん、え、なんでなそれは本当に私のことがいいと思ったら、うん、配信外の方がいいかな。でもそれはなんでな リスナーさん騙すってこと。騙すとかじゃない。それはなんで。でもネタにできひんやったら付き合っても意味なくない？だからそれだからダメなの。え、なんでなん？え、閲覧に変えようよ。ああ。うん、配信者なんだから。今まで付き合ってもバレたことない。ああ、そうなんや。13年間配信やってて。うん。すぐバレるからな、うん、何が。いやすぐバレるから彼女とかできたら言うんでしょ女の人は。まあ、女の人も言うし俺も言うからな。まあせやな、その方がいいかもな。ありがとう。ほんなんで。バイバイ。はい、うん。よし、ちょっとトイレ漏れそう。いや、今日は家で4時間回せるわ。よいしょ。すっきりした。でトップグループが何だって。あ、そうそう、それはもうそれで合ってるやろ、うん、イギリストさんが、社長で、花屋が、副社長になったそうです。トップグループは、はい、で専務が高橋さんで、で中村くんはそのまんまなんかな。で家臣くんはクビになってリリーさんが入ったん。うん、まあ俺ももう別にイギリストが社長やったらそんなとこおらんでもいいかな。うん、うん、ただいいよ別にイギリストがもうそこおんねやったら、うん、別にクビでいい。うん、うん、いいよ別に。うん、うん、うん、やったらな。まあいろいろ思い出あるけどな、テテさんとはな。なんかあのいきなり行ったら電気止まっててさ。しかも何あの配信外でほんまマジで6時間とか役所付き合ったりとかな、いろいろあったけどな、うん、まあでもいいや別に、うん、まあええや、もう会長が決めてやったらそれでいいよ、うん、ええ構わへん、うん、いやいやまあええよそんな、うん、ええんちゃうか言うたら、ああじゃあええよそう言うてんやったらええやん別にそれで。まゆちゃんはまだクラウン君と電話してます多分、うん、まあまあいいよそういうの、うん、
まあまあええやん、まあええやん、会長が決めたことやったらそれでええやん、別に。うん、ええやん、会長がそれでいいって言ってんやったらそれでええやろ言うたら、うん、でも長いな、まゆちゃん。ちょっとコーヒー飲むわ、喉乾いた。やっぱコーヒーやわ。よいしょ。うん、じゃあ家臣に電話しようか。お卒業式やるか家臣。うん、家臣に電話しよう。ケンジに電話するわ。ケンジって電話出れんのかな配信中。あ、コラボでいいか、家臣。こいつ配信中電話出られへんのかな。家臣、俺らトップグループクビや。うん。あ、なんかイキリスさんから電話来ましたよ。あ、クビって。はい。うん。ええよな、家臣。え、うん。ええよな、会長がそう決めてやったらええんちゃうか、家臣。まあそうですけど。うん。なんか思うとこあんの？今めちゃくちゃになってるんですか、俺、山田さん、俺。いやー、知らん、なんかイキリストさんがあれちゃう、うんこ食いたいからっていう理由で囲い込みにかかったんじゃないか。なるほどね。まあな、俺らな、家臣な、言うてさ、はい、結構な、なんやかんやな、思い出あるけどな、トップグループな。いやー、だって初めてだってね、天然さんと山田さんとって行った場所ですよ、僕。なあ、楽しかったよな、結構、なんやかんや。はい、僕、多分一番の多分ビギナーズラック弾かせていただきましたよ。なあ。なんか一緒に食ったりとかしたよな。うん、でですね、うん、なんでこれ、イキリストさんが横からあれなんですか、いきなり、なんか社長って言ってるんですか、これ。いやー、分からん、たかしさんが放送サボってるからやと思う。ああ、なるほど、代わりにってことですかね。うん、そうそう、うん、あの、すごい会長でも本当にちょっとこれ本当に今洗脳されてるんですかこれ。まあ俺はそのように見えるけどな、うん、いやー、うまいっすねー。うん、家臣今から動くか。はい、今から行ってくるか。どこにですか。トップルームや。そんなんちょっと捕まえ、そう、危ない。いや、立川にいるんですよ。ああ、立川か、遠いな。はい、ちょっと今日、まあ今日4時あるんで、まあ今夜だったら動けるんですけど。オッケー。じゃ家臣、俺が東京行くまで待っとけ。見せたろうぜ、俺らで。わかりました。うん。見せたろうぜ。はい、ちょっと、うん、まあ最終的に、まあ、まあ、今、現段階でも僕らクビってことで。うん、そう、俺もクビで、みんなクビになったらしい、まゆちゃんとかも。なんかそうみたいですね。うん、うん、なんか俺、僕の勘ですよ、これ、山田さん。うん、なんか最終的になんか僕とキャリーさんが詰められて、はい、成敗って感じじゃないですか。いやー、まあ、まあ、会長もな、あそこまでキャリーちゃんを毛嫌いする理由もな、もう あれやしな、うんうん、うん、まあ俺は別に家臣の俺たちはあれは間違えてないと思う、俺は。あ、本当ですか。うん、別にいいと思う。うん、あ、うなれてた。いや、でも、いや、その見て見ぬふりできたんすけど、その誘っていただいてね。うん、うん、だけどやっぱなんかそのカラオケ配信見てて、なんかその昔のちょっと気持ちが思い出しちゃって。うん、もうなんだかんだ出会って1年なんですよ。まあせやわな。うん、で僕もね、オワコンから始まってますからね。いやいや、でも家臣要所要所でやってるじゃん、言うたら。この間のさ、家臣と俺の、はい、ゲーム良かったじゃん、割と、うん、まあそうですね、朝までバチバチでやりましたね。あれも暑かったな。はい、あ、暑い夜やったな。はい、うん、あ、でもあれです、あのマリオさんから連絡来ましたよ。あ、来た、ワンライブ入れた？で、あれです、あの、書類書きました、僕。あ、書いた？あ、ほんじゃもう大丈夫やわ。は
はい、ね、ああそれで、まあ、じゃあもう歌詞ワンライブやな。そうですね、はい、うん、それは良かった。はい、動くぞ家臣、10月は。うん、わかりました。僕も10月は結構攻めれると思うんで。おお、用意しとけよ。ただもう本当に皆さんマジで先輩方、本当アカウント守りましょう。うん、そやな、アカウント守ろう本当に。うん、あのイギリスさんも言っときますよ、天然さんもね、うん、中村さんも、あのキャディさんもね、うん、もうみんなアカウント守りましょう。守れなかったら意味ないですからね、うん、これ放送で。お前が言うか、それ。いや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 、本当先輩方はさ、アカウント守ってくださいよ。うん、せやな、守らな。はいはいはい、はい、お前のせいで2回落とされてんぞ、この間。いやもうあれもガチやったんでね。お前のせいで2回も落とされてんぞ、放送。たまらんわ。すいません。もう、最近厳しいですから、ふわっち。うん、厳しいな。厳しいな。はい、まあちょっと、まあ、その中でちょっとじゃ山田さんじゃ待ってるんで、10月ね。うん、まあまた行くわ。うん、でふわっちちょっと盛り上げましょう、ちょっと。せやな。まあとりあえずトップグループ、ま、町田が、はい、今ちょっと怒ってるから。うん、あー、ま、町田さんですよね。そう、トップグループ町田が怒ってるから。あ、そういえば連絡来ましたよ、町田さんから。あ、来てる。うん、トップグループって終わりなんですかみたいな心配してましたよ。あ、やっぱりそう、町田からも来てた。はい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 、やろう、うん、トップグループ町田で会議や、うん、とりあえず。そうですね、うん、で、まあ、分かりました。ちょっとそこをじゃあ10月ちょっと頭で、うん、分かった分かった、行くわ、はいはい、東京。すいませんね、うん、はい、ありがとうございます、ね、はい、失礼します。はい、はい、失礼します。ほんで、トップグループ、トップグループ夜中にも電話するわ。ああトップグループ夜中にも電話するわ。トップグループ夜中も電話や。ヒコポン、イキリストさんのせいでトップグループ夜中クビです。はい、わかりました。はい、お疲れ様です。はい、お疲れ様でした。はい、わかりました。おうおう、あとトップグループ西成にも電話や。おうトップグループ西成にも電話するわ。おう、あとトップグループ西成にも電話します。うん、クビ。うん、あれ出えへんぞ、ケイちゃん。なんでや、トップグループ西成。え、あとトップグループ町田も電話やな。町田先電話するか、トップグループ町田。うん、町田か。うん、マチャはショック受けるやろうな、これ。あ、マチャ、マチャ、はい、マチャ、はい、トップグループ町田はクビになった。はい、いや、なんかイキリストさんっていう人が社長になって、トップグループ町田はもうトップグループから外れてしまってん。あ、直接会長のとこ行くか、まーちゃん。どうする、これからばあさんとこ行くの。はい、うん、うんってな。トップグループ解散、解散、解散危機、危機。ああ、
新しいグループ作るか、福祉無双で。うん。え、ショック、マチャ。じゃあ切るね。うん、まあ、切っといた。うん。あ、待って、トップグループ西成がなんか言うてきてるわ。ちょ待って。うん。トップグループ西成がなんか言うてきてる。うん。もしもし。おはようございます。ぐちゃぐちゃっすね。あ、トップグループ西成も一応クビになったみたい。うん。新山だから行きましょうよ。え？新山田会行きましょうよ。新山田会にする？そしたら、はい、ほんで、うん、もう天然さんとかをもう専務で持ってきて、うん、山田さん上に立って、うん、ほんで一派閥を潰しましょうよ。いや、戦うの？ケイちゃんはトップグループ西成として。いや、でもどっちかって言ったら1位自体はあれなんですけど、花屋さんがついてるからちょっとややこしいでしょ。あ、花屋さんが怖い。やっぱだってなんか反社でしょ。違うわ。ぐちゃぐちゃ言うな、ほんま。え、反社じゃない、あれでしょ、1のボディーガードでしょ。うん、ぐちゃぐちゃ言いよるわ、ほんま。簡単に言えばあれでしょ、息は何も自分でできひんから花屋さんを横に置いてるだけでしょ。めっちゃ言うやん、うん、バリ言うやん。どう考えても、だってあのニコイチのずっと一緒の行動っていうのは、息が誰かに襲われたくないから、昔みたいに花屋さんを横に置いてるみたいなボディーガードじゃないですか。めっちゃ言うやん、うん、いや10個パンあ、お助けカード出た。言うの人10個パン、お助けカード出た。ああ、でも、もともと天然さんが作ったやつやねんやったら、ほんだらもう、あれじゃないですか、その会長っていう一番をなくして、うん、天然さんを専務で、山田さんが出したらいいじゃないですか。新山田がいい。まあまあ、別に俺、グループ結成したい願望ないからな。うん、でも山田さん、でもあれ、その上に、自分より上に息になったつっていうのは嫌でしょ。じゃあ俺クビなったもん。イギリストさんが新社長になって、俺クビやから。うん。でも、そのトップグループっていうのもうなんか、そういうグループにしたのは天然さんじゃないですか。まあ、せやな。作ったのは高橋さんよ。うん。大元は天然さんが、うん、会長言って、天然さんを乗せ上げて、あげたみたいな感じじゃないですか。うん。まあ、せやわな。ほんだら天然さんと山田さんで出したらよくないですか。まあこれは高橋さんと話し合わない、あれやけどな、言うて、うん、新しいグループを、うん、まあババファクトリーあるからな。でもあれでしょ、イチと花屋さんを追って、うん、でも中村君とか絶対無理じゃないですか、どう考えても。いや、でも中村残ってるらしいね。そんなあれじゃないですか、中村絶対脱退するっすよ。いや、残るやろ、中村は。いや、合うわけないでしょ。まあ、そうやな。ポンコツって呼んでたもんな。中村が残るとしたら、理由としてあるとしたら、天然さんがおらんと多分中村くんは抜けるでしょ。うん。やばいっすね。うん。なんかいきなりテテさんがあれじゃないですか、電話で洗脳されてたじゃないですか。まあせやな、テテさんってもう すぐああなるからな。うん、そう、まあ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 、うん、もともと頭の回る人じゃないからね、テテさん。めちゃくちゃ言うやん、めちゃくちゃ言うやん。まあ簡単に言えば障害じゃないですか。めっちゃ言うやん、あ、10個ありがとう、めっちゃ言うやん。うん、そんな、え、ちょっと待って、そんな言う人やったっけ。うん、僕っすか。うん、もうそのままじゃないですか。だから僕とか、うん、やっぱちょっとぶっ飛んでるじゃないですか。うん、だからどっちかっていうと山田さんからしたら需要はあるじゃないですか、うんことしての。ああ、まあそれはもう特大うんこよ、やっぱトップグループ旧トップグループ西成圭ちゃんは、うん、あるよ。うん、相沢か俺かっていうぐらい畑岡じゃないですか、どうでも。相沢は使われへん、もうここで。あれはもうなんか、
丸なったら相沢さんの価値はないですもんね。うん、ない。うん、だからあの普通になんかそれやねんやったら別にあれですもんね、あの牧内さんこそってる方が。うん、あ、まあまあまあそれはな。うん、だからトップグループ西成はもう違うからな、あの首というか刃物になったから。うん、違うか、もうね、めっちゃもうあれなんですけど、僕からの案なんですけど、うん、だからもう柿田さんところのマンション名を普通、あー、トップルーム世田谷か。うん、だから、うん、ほんだらもうあれじゃないですか、もう会社が違うじゃないですか、名前が違うっていう。あ、そうやだ、新トップル、トップグループか。ああ、た確かに柿田のマンショントップルームやもん。うん、その上に新つけたらや柿田さんとかそのまま残るし。せやな。うん、で僕もなんかその山田さんとかの配信映ったら、うん、新トップルーム西成で出したらいいじゃないですか。ああ、ナイスアイディアやな。で、テテさんとか、うん、あのイギリスとか花屋さんとかに何もじゃもんつけられる。ああ、はい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 。ああ、名前が違うじゃないですか。まあそうやな。そうやな。ほんであれやもんな、あの株あるからさ、うん、分社持ち株制やから、うん、そのまま行けばいいか。ああ、うん。いや別にミラーしてていいよ別に。ミラーやる。そうだから、これでええんだろうか、新トップルーム。うん。発足。ああ、新トップグループ発足か。ああ。じゃあもうそのまま トップルーム。うん、でだからそのままトップグループ西成はじゃあ継続でいくか。うん、中村さんをトップグループからトップルームに入れて、ほんでトップルームに専務で、うんうん、あの天然さん入れて。ああ、そういうことな。もう完全に引き抜きみたいな。ああ、はい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 。同じような人を一人やったらこっちの名前変えて、おー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 、おトップルームで行って、ほんで、うん、上に山田さんが立つんですよ。社長山田さんみたいな。いや、社長はケイちゃんや。うん、俺やないよ。社長はケイちゃんや。それか、もうそこはもう天然さんに行ってもらって、うん、で山田さんだから新トップルームの人事部で。ああ、それで行くか。でケイちゃん社長でいいやん。うん、いや、僕は西成支部で。あ、だから西成、いやいや、もうトップルーム新社長です。あ、うん、あ、うん、めっちゃ人はとりあえず一人だから、うん、毎日を新世界支部にしようとしてた。絶対いらんけど、うん、絶対いらんけど入れるか。わかった。か絶対いらんけど入れるわ。うん、今日毎日も、うん、そのなんかあのタイトルで閲覧取ろうとしてトップグループでつけてるからね。うん、うん、新世界トップグループみたいな。うん、じゃあ今から強化合宿やな、ケイちゃんの家で。で僕がやたらその毎日のコメントを荒らしてたんですよ。うん、じゃあもう今日今からまたケイちゃんの家で強化合宿やな、新トップルーム。うん、でも前田さんも、ああ前田さんでも山田さん僕んちで、うん、この間の夜中電話、なんか前田さん、やっぱ、あ、前田さんじゃあ山田さん、パオンとか言ってたじゃないですか、夜中で。うん。家はきついっすね。なんて？クレーム出たっすわ。クレーム出た。クレーム出たっすわ。クレーム出た。うん。だから僕、明日、僕結構管理人には嫌われてないから、とりあえず明日、すみません、もう気をつけてって。いやだから家の配信はちょっときついっすね。ああ、家きついか。うん、外とかやったら全然いいけど。うん、いや家行こうや。うん、追い出されるまではそこで放送しようや。うん、いやほんまに、うん、いや緊急事態あるっすよ。うん、物件探さなきゃよかったっすよ。うん、あ、じゃあパオン禁止で行こうよ、そうしたら。うん、パオン禁止。うん、じゃあまああの昼過ぎぐらいに行くわ、多分。もしかしたらどうすか。え、普通の時間やったらええねやろ。あ、そうっすね、はいはいはい。うん、夜中やからやばいねんな、夜中パオン言いまくったから。うん、え、で、ね、でケイちゃんから新トップグループの社長のイキリストさんに何かある？
僕多分ね、うん、多分なんか花屋さんのことをディスったんが、うん、もしかしたら話届いてるんちゃうんすか。いや、ディスってないやん別に。いや、なんかその可能性がっていうか、生きる人は多分僕のあの配信、はい、山田さんの配信、うん、何の音それ、何の音さっきからどこおんの。いや、じゃあなんかあのふわっちゃん当たってたっすよ。ああ、え、イギリストさん新社長でそのせいでクビになったケイちゃんからイギリストさんになんかないの。いやいやいや、いやでもあれっすよ、多分ね山田くんの配信でね、うん、僕映ってるじゃないですか最近。うん、映ってんな。私イギリストあのそれをパッとミラーして見てたら僕ってなったら、うん、僕にロックオン入ってくる人入るよ、戦えよ。僕だってそのなんかプエラビスタとか殿様絡みでイギリストは知ってるから、うん、古典的っていうのはバレてるから。ああ、だからそれに対して花屋さんとか入ってきたらややこしいでしょ。いや、花屋さんは入ってけえへんよその話に。あ、うん、大丈夫。イギリスト一人ぐらいやったら別にね。あ、余裕余裕。いや、余裕っていうか別に怖ないじゃないですか、あんな子供じゃないですか。 あんなん怖ない子供じゃないですか。おー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 おお、僕とか失うもんないから、うん、別にね、なんかあって、うん、イギリストがガーッてきて、うん、ね、僕なんかでやるのバッテリー叩いて中入っても別に失うもんないから、うん、失うもんない。イギリストさんこう言うてますよ。こう言うてますよイギリストさん、うん、いつでもかかってこいって言ってますよ、うん、うん、え、でも本人曰くそこら辺の28と一緒にしてたらあかんでって言ってたで、うん、本人曰く、うん、ちゃうらしいで、そこら辺の人たちの。あれっすよ、南とかで評判悪いっすよ。え、評判悪いの？多分めちゃめちゃ悪いっすよ。そのキャッチとか、その周りとか、あの子は変な子やっていう評判。なんか中村さんがそのフリーキャッチとか、他とかに聞いたら、うん、イギリストの写真を見せたら、翔平はちょっと変わった子やから、みたいな評判らしいっすよ。あれ、ただのあれでしょ、親がボンボンっていうだけであって自分では何もできひんでしょ。もうなんかコネもないでしょ、多分反社会勢力も呼べないでしょ、彼ごときに。どうせ君が人を動かそうと思ったら人にお金渡さなあかんねんから、うん、と思うんですよ僕は。めっちゃ言うやん、知らんで、俺何も言ってないで、うん、なんかめちゃくちゃ言いたい放題言うてるけど大丈夫か。うん、で大丈夫ですよ。イギリストってあれでしょ、西畑翔平君でしょ。あ、昔なんかツイキャスで新ネットかなんか言うてやってた子でしょ。知ってるですよ、昔よ、だってあのみんな見おったんすもん、キャッチみたいなことしてたんすもん。お、詳しいんや、ケイちゃん。昔から評判悪いっすよ、彼は。お、そうなの。評判悪いっす。へえ。あ、でもそれより山田さん、もっと大事なこと先動いてください。桃沢さんとの食事会明日ぐらい。いやいや、あれこそ茶番じゃん、言うたら。うん、あれこそ。あ、でも、でも、かそってるっすもんね、桃沢さん。いや、まあ、モナの放送は別にそこまで食い気味は見えへんからあれやけど、あれこそ茶番やわ言うたら、うん、ああ、うん、でもあれっすよね、なんか美貌は衰えないっすね。ああ、見栄えはないつ見ても綺麗よね、あの人。うん、全然あの35で料理できたら嫁にするでしょ。うん、ケイちゃんイギリスト枠でアパート調べられてんねん。うん、ケイちゃんアパートまで来るで多分イギリスト。うん、3号の2の10号の7室は住所自分で言う。アパート、いやいや、いいよいいよいいよ、全然いいよ、自分で言う分にはいいよ。あ、一日の日は警察呼んだる人は変な、なんか絡みに来たっすわ言うで。え、そこ警察なん、ケイちゃん、そこ警察なん。え、はめ
た方がいいでしょ。はめた方がいい。あ、僕は煽る、煽だから、あって本人と言い合いしても一切手出さんですよ。煽ることは煽るけど。煽んの？嘘でしょ？嘘でしょ？今から行くって言ってるらしいで、イキリストさん。嘘でしょ？うん。え、それやねんって言うてくれたら、俺天王寺坂今日上がったのに、青さんがゴミ拾いしてたから。うん。その時に突っ込んの？詰められるらしいぞ。行こうか？俺も。俺も行こうか？俺も行こうか？いや、俺仕事行こうとしてたらあかんよ。あ、そうか。日雇い行くんか、今日。そうそうそう。え、ほんと家の鍵開けといてや、俺勝手に入っとくから。あかん。なんでやねん。あかんよ。なんでよ。ぐちゃぐちゃになるやん。ちょっとぐちゃぐちゃせえへんって言うたら、きれいにするから。いや、ちゃう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 。うん、開けといてよ、家。もう、おとなしいしとってください、ヤブラさんは。ああ、ほんまに。え、でも今からエキリストさん行くって。マジで逃げろケイちゃん逃げろ。え、住所は分からんでしょ。え、住所、いや、どうやろうな、リスナーさんとかが教えるんちゃう普通に。いや、分かることないっすよ。いや、分かるやろ、あんだけ俺の放送映ってたらさ。あ、なんで分からんでしょ。いや、どうなんかな、部屋番まで分かんのかな。うん、いや、わからんよ、絶対。ほんまに？だって完全に住所知ってんのって山田くんしかいないですからね。おう、でもあれやん、配信つけたまま家行ってるからさ、みんな知ってるんじゃん。あの文系で、わかる人やったらわかる。うん。お茶を詳しい人やったらわかる。で、ケイちゃん、日雇い行くん？いや、行かない。1000円しかないから。ほんじゃ、あれ、お小遣いあげるから、俺と合流する？それ花屋さん来るやつ？いや、花屋さん来えへん、絶対。仕事あるやろ。どういうこと？うん。山田さん、怖なってきたわ。え、もうイギリスト先生、動いてんで言うたら。もう来んの？どうやろうな、行きそうじゃない。どこやんやろうか。でも今から行くって言ってんで。あ、一回見たろうか。イギリストさんの放送見たろうか。ちょっと待ってな。見たところで、だって、うん、俺に物言うたところで何になる。俺配信者でもないし。まあ、せやな。え、そんなに人詰めんのが楽しい子供な。いやー、だからやっぱりあれちゃん、なんか舐められてんちゃう、ケイちゃんが。え、もう来んねやで、一人で来いって、一人で。来んねやで、一人で来い。まだ煽る、まだ煽る、おう、まだ煽る。ここにボディーガードつけてくんなんて、お前子供か。いや、連れてきてんの、多分一人で来てるんちゃう、これ。ほら。355。どこや。え、待っとこか。近所のサッカーのどっか交差点かなんかで。え、どっかで待っとくん。うん。路上でするか。路上ですんの？路上ですんの？路上の方が楽しいでしょ。日雇いだからやろ。50やろ。路上でする？家でやられたら迷惑なる、こっちが。まあまあ、それはそうやわな。こんなんでクレーム出てるからな。お、あんの4時から日雇い。え、イギリスト先生、やっぱ動くで、これ。うん。どこも5時じゃん。うん。相撲で決着か？西成の日雇いやろ。ほら、でほら、イギリストさんの声聞こえる？ほら、西成の日雇いやろ、つって、ほら。山田さん、今一緒に花屋さんといるでしょ。え、花屋さんおらんと思う、多分。うん、声してたっすわ、うん、今。西成の日雇いって4時から並んでんの、あれ。4時ぐらいから並んでんって、ほんと。5時やろ。いやいや、4時ぐらいから並んでるって、イギリスト。俺、どんだけ出入りしてると思う。日雇い代出してるから、お前、おれよ。日雇い代出したるから、おれよって言ってんで。目の前で一緒のこと言ってやって、イギリスト先生が。そこまでお金欲しないっすわ。そこまでお金欲しくないでも、まあ俺と一緒に今から南を、俺と一緒に今から南連れ回すやって、ケイちゃんのこと。え、まあ、あの一回顔出回っとったんよ。だから未成年の女の子な、あのやったやってないで顔出回っとってん、こいつやって。ケイちゃんと合流しようか、そしたら。とりあえず、そうそう、有名な山田さん連れてくるんでしょ。いや、連れていかん。ちょっと俺連絡先ないもん、イギリスト。うん、まず俺と
俺とケイちゃんが合流して、おうおう、あ、ほんだら今横に花屋さんと行ってるんやったら山田さん、あれ終わったで、イギリスと、あれ終わったで、なんでなんで終わったん、なんで終わったん終わったで山田さん、これをあれですか、エンタメにするんですか。え、俺はエンタメやで、配信でやってるから。イギリスとなんか落としすぎて落とされたんか、これどっち。あー、あれか、配信外で行くとか脅迫があったから落とされたってこと。ケイちゃんのせいで放送落とされたで、イギリストさんのうん、これええんじゃんすか。いや知らん、もう避けきれられんで、多分避けきれられんで、切れられても、うん、僕は関係ないから。配信者でもない、うん、イギリスのリスナーでもない。まあせやな、うん、でしかも家来るって脅迫され、うん、あ、知らん知らん、なんか得体も知らんやつに、うん、でしかも家に来られてなんか叫ばれたりしたらこっち迷惑やから、家出ていかんなんかようになるから、着いたら TikTok に切り替えるって言ってんで、イギリストさん本気やで、うん、さっき着いたらって、さっき合流する、そしたらケイちゃん、いやしないでしょ、なんでよ、俺とやん、俺とやん、うん、いや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 、まあ俺基本見てるだけやけど、そう言って山田さんって TikTok に変えてそれを配信するんでしょ。いやせ、俺は TikTok つけへん別に。うん、どっちですか。あ、イギリスト配信外で行くらしいぞ、ケイちゃんのこと行くらしいで、うん、いや別にいいっすよ、いいんか、うおうお、いやだって別に知らんからね。知らんの。いやでも本人知らんじゃないですか。うん、え、配信外で行かれるぞ、配信外で。別にそっちに送って、ほんで、え、俺イギリスと LINE 繋がってない、つ繋がってないで、うん、そりゃそうっすよね。ちょっと待ってな、一回見たるわ、放送どんななってんのか。ふわっちのアンチのあんなやつばっかり、今このセンターの方にお主らやっと仕事行ってると思って張り込んでるんすか。いや行かへんみたい、まだラジオで配信してるわ。あ、だからそれは動いてるんすよ。いや動いてない、家おるわ、音聞いたわかんもん。ほら。え、俺時つけてないよ、何にも。トップグループが解散になりましたよってケイちゃんに伝えてあげただけ。うん。何もしてないじゃん、俺。おもろいよな。うん。なんか、よくわからんし。みなみなのチャリンコをずっと乗って、未成年の女探してる。やつこいつ、え、見せてんの。あ、行こうか、こうちゃん、え、行くわ、けいちゃんとこ行くわ今から俺、うん、おらんよ。え、どこおんの。あ、え、どこおるん。ちょっと待ってな、スピーカーやめるわ。え、どこおんの、けいちゃん。あ、今日ほんまに日雇い行くん。行きますよ。なんでよ、行かんでいいや別に、昨日5000円あげたやん。それでうん、え、ちゃう、あれやろ、ニット7000円でどう、ニット7000円でどう。いや、山田から寝たじゃないですか。寝たよ、そら、うん、寝たよ。いや、もう、なんか、イギリスの子に LINE 教えていいっす。1対1で喋るっすわ。あ、1対1で、うん、あー、関与せ、おう、1対1で戦う。ですよ。お、なんか さっきまでの異性はどうなったん。え、喋って煽るだけですね。喋って煽る。うん。おお、煽んの。喋って。うん。え、とりあえず山田と交流しようや。うん。ニット出したるわ。いや、しないっすね。なんでよ。いや、お金どうなんかする、知り合いに借りるっすわ。え、ちゃう、そういうことじゃなくて、ニットは出してあるから。いや、いいっす、いいっす。うん、トップグループ、うん、西成。
ってるんでしょう。いやまあ昨日ぐらいから結構イキリストさんのこと言ってたやん、うん、あいつはみたいな。え、だって僕がコメントを持ってたわけちゃうでしょう、うん、トイレ行ってくるわ、ケイちゃん。ちょっと待ってな、腹痛い。ちょ、トイレ行ってくるわ。探しに行くぞ。逃げたぞ。ちょっと待ってな、うんこしてるから。うん、あんだけ言うててやったらよ、家まで行くぞ。ちょ、うんこ。なんで俺何も言ってないやん、俺は最初から。何も言ってない。もう一回ケイちゃんにかけよう。ちょっと待って、うんこやから。逃がさへんで。ああ、取れたか。やっぱ山田んとこの劇団員は優秀やな。じゃあ、売らへんよ、そんな。出るかな。お、出えへん、ケイちゃん。なんでや。え、ケイちゃん出えへんで。出えへんぞ、電話。こういう配信ばっかりで嫌が逃げた。おお、出えへんわ。うん。え、もしもし、ケイちゃん、どこおるん。山田さん、もしかして駐車場でしょ。え、俺まだやで、動いてない。今から動くけど。何しに。うん、あ、違う、俺がイキリスト連れて行くんちゃうで。イキリストが僕に入れて、それ配信に移して。あ、いやいや、ないあんまり暴言多かったら、落とされたりとかするから、うちも。で、TikTok に移動すか。いや、俺は別に移動せえへん、別に。イベント中やし。なんだった。え、イキリスト向かってきてるんですか。うん、向かってるよ、もう西成に。おる。いや、まだよ。うん、まだまだ。え、今から向かうみたい。白のアロハと探せばいいんすか。黒か。あいつの車何色やったっけ。あ、白か。白やったっけ。あれ、黒やったっけ。どっちやったっけ。あ、白や、ごめん、白。こんなんでしょ。うん。で、僕の家わかるんですか、逆に。いや、僕の家はだって放送出まくってるから、そりゃみんな知ってるやろ。いや、あなたわかんの。いや、どうやろう。まあ俺はな、もう何回も行ってるからあれやけどさ。でも花屋さんってその日雇いとかセンターの方で日雇いの車が来てるとか詳しいんでしょ。いや、それはみんな知ってるわ。イギリスト様お風呂入ってるらしいわ。じゃあとりあえず俺向かうわ、ケイちゃん。うん、うん、いや、もういいっすよマジでこれ。じゃあ、俺向かうから。ほんであれやわ、日雇いのニット俺出したるわ。どう魅力的やろ。で、僕が言ったことってなんか罪になるんですか。いや、まあ一意見やから、別に罪にはならない。別に一イキリストさんの枠でコメントを打ってディスってるわけじゃない。あ、ディスってたらディスってたでアンチやけど。うん、
あー、そういうことな。それはあれやん、あれしたらええやん。え、じゃあケイちゃん、あっこで合流しようか。いつもの駐車場向かうわ。なんで？うん、向かうわ。で、日当出したらええやろ。うん、日当いいよな、みんな。ケイちゃんに日当めっちゃ怒ってんで。うん、バリ怒ってんで。うん、面と向かって言えって言ってんで。うん、面と向かって言え、誰に？え、だからケイちゃんがイギリストさんに。うん、俺何を言った？え、何を言ったって。え、なんかイギリストさんがどうのこうのみたいな。それ山田さんの枠でそのまま続けて抜けてたってこと？おー、そうなんちゃう。ミラーとかしてたんちゃう、放送。そんなんさ、別になんか、うん、ただのアンチやって、イギリストさんが俺に何か言うたところで、なんかあるの？いやー、それは分からへん。まあ、それは俺も分からん。それなんか言われたから、悪口言われたから、言い合いしに来るみたいな、なんで冷たのかと思って聞けるってこと？まあ、端的に言うと、その理論で合ってると思う。うん。ケイちゃんのことおもちゃにするって言って家出たらしい。うん。まあ、ならんけどな。まあ、ならんわな。ならんわな。意地あるもんな、ケイちゃんもな。いや、別に暴力じゃないで。時間ないねんけど。なんてなんて。あ、じゃあニット俺出したるわ、ケイちゃん。わかった。今日は、福沢案件や。福沢案件や。うん。福沢案件や。どうや、ケイちゃん。もう今日じゃなくて、うん。別に家分かってんやったらいつでも襲いに来たら。あー、そういうことな。あ、ほんじゃ、今日はほんじゃ、俺とケイちゃんがただコラボするだけでええんじゃん。そしたら。まさバレるよ。バレてもええやん。いや、来んねやったらほんまイギリスト君本人一人で来て。一人で来るよ、そら。うん、だってそらそうやろ、ケイちゃんがさ、なんか花屋さんおらんな、なんもできひんやつみたいな言い方してたから、そら一人で来るよ。そらな、もちろん一人で来ると思うで。うん、ケイちゃんが言っててんや。俺と言い合いしても何の得になる。分からん。何の得になる。まああれちゃうの、閲覧にはなるんちゃう。知らんけど。え、ほんだら配信、ウッドサウンド配信聞いて普通に喋ってくれるってこと？ああ、それはもしかしたらあるかも。うん。え、それできひんやったら俺喋らんて。あ、それできひんやったら喋らん。はいはいはい。喋らん。ああ、配信切るって言ってるらしいで。うん、一人で言って、配信映して自分が人詰めてますよっていうのを映したいって言うんだったら俺は相手しやんで。ああ、そういうことな。山田の閲覧にはなるけど、はい、イギリストの閲覧にはならんってことな。配信映ったら、うん、全部証拠になるから。うん、それ分かってて配信映すねやねやったら話しやんで。ああ、おお、また煽る。え、そらそうやろ。嘘でしょ。うん、ほんと、ケイちゃん、あっこで合流しようか。あっこで、家じゃなくて。いつものあのパーキング。俺の配信見てるやろ。うん、うん、向かうわ。外った俺配信見られへんからな。あ、外った見られへんか。あー、ほんじゃ、外った見られへんのか。外った見られへんの。でも実際あれですよ、今その人ってね、花屋さんと一緒に行動してるんでしょ、うん、一緒に動いてるでしょ。だって青さんもって一緒に。いや、一人やで。イギリスト一人やったで、放送見たら。とりあえず向かうわ、
俺ケイちゃんち、うん、向かうわ。ほんで、ほんであれですか、あの来たら本人に、うん、俺になんか言いたいことあるんて、よ言いたいことあるって言えや言うて、ほんで土下座せえとか言われるんですか。いやー別に土下座なんかせんでいいやろ。 なんで土下座するん。え、前だってあれっすよ、なんかうん、カメラさんおった時なんか、うん、キャリーちゃんおって土下座させてたっすもん。うん、だからそんなを本人はしたいでしょ。しないですけど、頭は下げないですけど、うん、うん、トップ、じゃあこれはトップグループ旧トップグループとトップグループの構想か。そしたら、もうお互い言いたいこと、うん、言いたいことあんねやったら、初心者じゃないから別に、うん、まあせやわな、何言えば何やから、うん、山田東方の劇団員やもんな言うたら、うん、いきなり構想なったわ。いやまだ行く必要あるよ、うん、行くぞ、向かうぞ、うちらものんびり。それはでは山田さんこうやん、あ、俺向かうわ。山田さんこうやんと、僕がそのイキリストと喋ったらええんちゃうんすか。いやまあそれでもいいねんけど、で、けど会われへんやん、二人、結局まあそうして、うん、で、だから俺合流して会わせてあげるわ。うん、前の信号の角のローソンのとこにおるからって。うん、いやじゃあまあとりあえずケイちゃん向かうわ、ケイちゃんの家まで。うん、前の角のローソンのとこおるから別に逃げも隠れもしいひんから。うん、あっ、あっこのローソンのとこおるん。で、山田さんこうやとイギリス君一人だけ来たらいいんじゃないですか。いや俺だって閲覧欲しいもん。僕別にそのなんか日当っていうのは別にあれやから。いや日当はいるやろ、だってそれで仕事休むやろ今日。それは出してあるわ俺が。いや、それはどないかするっしょ。いやいや、いいよいいよ、そんなんもう行くわ、向かうわ。じゃあ、ケイちゃん向かうわ。レッツゲリロン。ほら、例えば、うん、イギリスト君を追って、山田君を追って、僕との3人ってこと。おー、でもええんちゃう、別に俺中立やし。いや、そこに、うん、花屋さん。あー、けんけんけん、来ても別に、そんなんでさ、ケイちゃんみたいださ。おらおら、僕とその話はイキリスト君の話やのに、横に花屋さんとかおるはまた話違うじゃないですか。うん、じゃあ分かってるよ、分かってる。だから花屋さん来えへんって、心配せんって思う、うん、最悪の配信機って僕が何かした時、うん、行かなあかんから。まあまあまあ、せやわな、うん、そらな、まあそれはそうやな、うん、だから向かうわ今からのんびり。うん、ちょっと待って。いや一人で来てるわ。これっすか。うん、俺向かうから。うん、あ、お気持ち悪いですか。あれは何がっていうか、何を、あ、なんか喧嘩なってる。なんで移動しようの？あ、おいビビってんのこれ。ビビってないな。なんで移動しようの？なんで移動してるんだよ。なんで移動してた？移動してた。タイムリップ。おい誰？無理やん。おい。お前俺が南で何キャッチに聞いたんかこれ。何すかじゃ乗らしてる。乗られへんの？乗らへんやろ。下手れやもん。あ、ほんで人呼ぶの？ヘタレヘタレ、ヘタレこいつ。ああ、顔映ってるわ。顔映ってるわ。いや、どうやったらな。顔映すわ。逃げろ逃げろお前。逃げろ。はい、顔映すわ。逃げろ。うわ、終わってんな。ヘタレヘタレ。配信切ったら、向こうで喋って、向こうで喋って。車の方行った。なんで車乗らなあかんの。あ、早く。あ、早く。何言ってるよお前。目の前来たこれやろ。滑ってるやな。目の前来た。映すな。映すなって言ってる。いや、ケイちゃんも負けてなくない別に。うん、別に。それは俺みたいな。最近来るや。最近来るや。最近来るや。
愛知に来るやいや、大丈夫じゃない別に。見守りたいです。はい、見守りたいです。俺に敬語使っとったな、お前、こら。おい、下手れ、こら。喧嘩しちゃう言うてんねん、早く。早く。な、ジム、そこのとこにあるから来いよ、お前。喧嘩しちゃうから。お前、これで来いよ。喧嘩しちゃうらしいです。喧嘩もできへんって、そうしろんねん。おい、バイバイ。喧嘩。ここも通報お願いしますよかったら、はい、で俺友達と電話で喋ってるだけやで、うん、トップグループの社長です、これが新社長です、はい、厨房の放課後です、はい、できんの？じゃあ来いよ。チャリ乗れ。チャリ乗れ。出せるわ、出せるわ。ニット渡せるわ。病院代も1トン渡せるわ。どうぞの、どうぞの。やれんのか？お前の友達に聞いとけ。俺に詰められて、泣き寝入りしたお前の友達に聞いとけ。俺のもう一個は俺やろ。俺何もしてないやん。同期に電話するやつや。おい、知らんがな。お前、誰やってくんだよ、お前。いや大丈夫、うちのところのトップグループ西成は強いから、うん、いや TikTok もあかんで、結構うるさい、煽ったら、うん、落とされるわ。ローソンとか、写真撮ってるさ、ローソンとこ？だから、呼べ。車の写真撮るっすわ。あよ、これ呼べ。神戸さん。何？ローソン。呼べよ、これ。警察来るぞ。あ、切られた。切られた。うん。ケイちゃん、切られた。うん。もう一回かけてみるか。うん。いや行こうか、そしたら向かおうか、のんびり、うん、のんびり向かおうか、ローソンとこやろ、のんびり行くか、そしたら山田君写真撮りますわっつってた。いやー、さすがに生活を保護の人に暴力は振るわんやろ、イギリスとも、うん、と思うけどな、うん、俺のせいちゃうやん言うたら、なんで俺のせいな、トップグループ解散って言うから、トップグループ解散になりましたよって、あの残ってたメンバーに伝えていっただけやん。じゃあ急にケイちゃんがさ、うん、なんか思うことあるらしくてブーブー言うてたやん、うん、うんうん、さあ行こうか、じゃあ向かいますか、そしたら、うん、最後ほんで自分でチューチュー言うてたやん。じゃあ向かうか、ケイちゃんの日当はでも出したらなあかんわ、あの日雇い行かれへんくなったから、ケイちゃん煽って自爆。いや TikTok の方が煽る発言うるさいけどな、 ちなみに TikTok の方がうるさいけどな、煽る発言気ぃつけな、 すぐ警告出るで。いや、だから向かうじゃん、今から、うん、行こうぜ。お、涼しい。え、南行かんやろ、多分、うん、あ、ここ家です、僕の。まあ、せやな、配信者ちゃうからな、ケイちゃんって、ケイ、うん、ちゃん生活保護、うん、うちんとこの劇団員を言うたら、
トップグループの西成。あ、新トップグループの西成です。はい、結構なり合いそういや多分お互い言い合いしてラチ開かへんから、終わりみたいな、じゃない、合格ずれてる。まゆっくり向かおうぜ西成まで。ローソンとこやろ。あ、ジムに行くん。あれが新社長です。揉めてる？ケイちゃん電話出えへんな。まだ揉めてんの？あー出えんくなったな、ケイちゃん。トップグループケイちゃん。うん、言い合いしてるわまだ。いや大丈夫やろケイちゃんも。大丈夫でしょ。あ、ジムでスパーリングすんの？じゃあそれで終わりちゃん。あ、ローソンから離れたから Wi-Fi 切れたんか。ジムに行くぞ。ジムなんかやってるん今？やってる？こんな時間に。ケイちゃん SOS。 じゃあ迎えに行くか。平和でいいですね。ほんとね。いや俺もサンダルやで。ちなみに平和でいいですね。のんびり向かうか。何しに来た？笑った。いやあかんで、うちんとこのトップグループ西成はさ、自分のケツは自分で拭くやから。歩いていかん、車で行く。茶番終わる？いや終わってからでもいいけどな別に。フェザリング、あ、端末あるからできるで。あ、スピーカー忘れた、持ってくんの。まあいいか。いやーやっぱうちのところ劇団員はな、もう用ないからって言われてる。え、仲悪いのはいいよ別に何も。ケイちゃんおもろい。いやーよかった、うちのところのトップグループ西成の評価上がんのはありがたいわ。いやないと思う多分ジムなんか。ケイちゃん頑張ってる。いやまだもイギリスもそろそろフワチカいらん。え、離れたの？もう離れたの？何、警察でも来た？警察来た？これからあれやな、もうキャリーちゃんじゃなくてケイちゃんがロックオンされるかもな。あ、まだ揉めてる？昇進。ケイちゃん声タバコで生きてた。警察来たわって聞こえた。で警察に事情を説明するん。あの、インターネットで言い合いしてて喧嘩になりましたって。あ、花屋さんに向かってな、あの人反社じゃないのみたいな言うてたよな、そういえば。まあそれはちゃんと俺否定しといてあげたけどな。違うよっつって。ケイちゃん帰んの？よし家まで行くぞ。え、どういうこと？俺何も煽ってないで今回。何も煽ってないぞ。こんなんしてばかりってどういうこと？俺何もしてないねんけど。俺何にもしてないぞ今日に関しては。いや全然焦ってない何にも。あと俺焚き付けてもないで言うたら。そんなさ、インターネット放送にないにてやでなんか言われた言うたぐらいでさ、人の家まで押しかけていくとか、ほんまに行くとか、昔のニコ生やな。
え、家バレてんで、ケイちゃん。うん。さあ、アフターケアしに行くか、そしたら。抱きつけてないよ。あ、そうそう、それはさすがに言っていいんかって俺言ってたで、ちゃんと聞いちゃう。でもあれちゃうの、本人に向かってちゃんとあれちゃう。うん、どうでしょう。そうやん、ほんで勝手に俺の放送ビラしてたもん、彼じゃないと言うたら、うん、俺なんも関係ないやん。しかもそもそもトップグループ山田クビってなったから、俺はあ、トップグループこうこうこういう経緯で、あの全部クビになりましたよっつって、あのトップグループ関西預かりの人みんなに電話していっただけやん、うん、あ、俺クビです、クビです、トップグループもう会長がそう言うんやったら間違いないです。はい、4の、ほんでそれ見ろ、勝手にしてたの向こうやし、うん、で俺はもう会長がクビって言ったらもうそれでいいから、俺は、うん、俺はもうか会長が言うことが絶対やから、うん、で俺別に何もさ、それでさ、何あの どうのこうの抗わんとさ、もうそれ会長が決めたことやったらっつって、うんって言ってんねんからさ、なあ、俺なんか悪い、今日なんか悪いっすか。ちょっとスピーカー忘れた、ごめんね。何もしてないやんな俺、クビなったからっつって報告しただけじゃん。うん、向かう、ゆっくり向かう、うん、よいしょ。ジムで戦ったらええんちゃうん、じゃあそしたら、うん、戦ったらええんちゃうん。ほんで、あ、はい、安全運転で行きます、安全運転で行きます。ちょっと待ってな、延長チケットだけ買っとくわ。山田とケイちゃんはもう中潰れへんよ多分、うん、付き合い長いんでね。え、家行ったらええの、ケイちゃんの。ちょっと待ってな、延長チケットだけ買わしてな、うん、延長チケット11枚。これからの展開は、ケイちゃんと会う。よし、11枚買った。ちょ、スピーカー忘れた。取りに帰りたいわ。うん、ただ、ケイちゃん、リスナーさんやからな、言うても。配信者ちゃうからな。うん。よし、向かうか。うん。よいしょ。まあ、マヨさんで生まれたてのひな、ジムニーさんなぜか毎回11枚買う。まあでも配信でやってるぐらいやからエンタメでしょ、うん、うん、あかんで、うちのとこと劇団員勝手におもちゃにせんとってや、あかんで、もうトップグループクビになってんねんからさ、トップグループ西成の人は、うん、勝手におもちゃにせんといてや、困るで、うん、白井くんも貸したってんねんから、うちんとこの劇団員ばっかり、うん、あかんで、うん、俺にも日当払ってや、あ、サメイちゃんパワー出す、オッケー、わざわざ俺白井くんトスまで出して貸したってんねんからさ、うん、どっちかにしてよ言うたら、二人も持っていかんとってよ、うちんとこの劇団員、うん、せやで、でちなみにやで皆さん、